Mightiest, mightiest. Mightiest, mightiest. いやー、ちょっと久々のビータなんで、準備に手戻りました。始めましょう。ゲーム実況始まるよ。今回は7第3章大都編エルベリ宮へ英雄伝説空の奇跡 SCPVOGIONDSVIT へになります。モフ王子です。最近家から1分の薬局に野菜と肉が置かれるようになってスーパーに全く行かなくなりました。遠出をするのは外食時になります。うん、オッケー。では始めます。久しぶりです。コバモモフさんとジアンです。本日もよろしくお願いします。英雄伝説空の奇跡 SC エボリューションやっていきます。いや、もうここでテンション上げていかないとですね。このゲームに対しては長いんでね。はい。PS ビータ版ですね。やっていきます。ナレーション、用意しました。流します。今回のお話、サイス編で仕事の続きをやって装置を3箇所設置する、レイストン要塞に設置するとカシウスが登場した、洞窟に設置するとアメラスとアガットが登場した、トラット平原の北外れに設置すると魔獣羊が登場した。工房に戻るとエルモ温泉から測定結果が出る。エルモ温泉へ行き、新ダンジョンの奥へ向かう。痩せ狼のバルターが現れる。ボスの魔獣を倒すとバルターの攻撃でやられてしまう。その後ジンとクローゼが登場した。スカルがジンとキリカの知り合いらしい。報告すると2章が終わる。ユリア VS カシウスの模擬戦が見れた。追加された仕事をこなしオートへ移動する。今回はオート編エルベリ宮から始まり。オッケー、ナレーションありがとうございます。では始めましょう。エルベリ宮に向かい、執事のレーモンドさんに尋ねようになってますね。行きましょう。ここは塔がないんで、まあ今回、ここに関して、オート編に関しては塔の探索がないんで、まあ基本的には、依頼、仕事と、シナリオをこなしていくって流れですね。はい。エルベリ宮。なんだか妙に懐かしいな。うん。でも、なんだか普通の人もいるみたいなんですけど。普段は一般市民にも開放してる場所みたいね。ちょっとした憩いの場所ってところかしら。洗練された空間にいると、つい創作意欲に駆られてしまうな。早速僕のリュートでさらなる癒しをもたらすとしようか。やめなさいってば。でも言われてみると確かに家族連れとかも多いみたいね。迷子というのもああいう家族連れの客の子供の可能性が高そうだな。とにかくあのレイモンドっていう羊の兄さんを探してみようぜ。オッケー。ちょっと聞きたいのがありましたが、恐ろしい魔獣の鳴り声を聞いたという老人が駆け込んできた。この入り口付近で何か変わったことはなかったかい。ああ、来たの。大きな魔獣のことね。
私たちが退治しちゃったからもう問題ありません。前回倒したやつか。もうそうなのかい。そういえば君たちが見たとこ遊撃士なのかな、捜索して退治しようとしていた、矢先だから助かったよ。僕は貸す、勢いつくそれで行くといいよ。うん、これ出れんの？あ、出ることもできんだ。なるほど。まず割っていきましょうか。重要そうなのがいたら、ボイスがなかったら入力しましょう。さっき編集してたんですか。倒しました。魚とか釣れるとこあるかな。富はなさそうか。なさそうですね。あった、あった。いや、あんなとこ知れたんじゃねえ。いや、ちょっとかじりましょうか。ここなら何か釣れそうね。やり方も覚えてないです。さーて、どの竿を使おうかな。めちゃくちゃ久々だと思いますよ。一番新しいのは竹竿でしたっけ。餌はどれがいいかな。で、餌は多いやつにしようか。いや、じゃあ、あんまないっすね。タニシ。いけー！ピンってなった瞬間に収めたのね。いらっしゃったって。いけん、いけるもんですね。小手調べってところよね。じゃあ一応プロ。餌はどれがいいかな。水で。いけうん、オッケー。いや、ちょ、いけるいける。全然いけます。うん、なかなかの獲物ね。餌はどれがいいかな。これだとカワムシか。少ないですね。いや、いや。はぁ、参ったなぁ。全部魚釣れってなるともう、かなり時間かかると思いますね、プレイ時間。しかもこのゲーム戻れないですからね。そろそろ遊撃士が来るのに、どこに行っちゃったんだろう。あ、はいはい。どうかなさいましたか。あ、レイモンドさんだ。あれ？確かあんたたちは。よう、久しぶりだな。こんにちは。覚えててくれたみたいね。はは、忘れるわけないさ。前ここ来た時にこのメンツでしたね。シラさんの枠がヨシラかなんですね。なんといってもエルベリ級を解放してくれた恩人だからな。それじゃあ君たちが依頼を受けてくれた遊撃士かい。うん、そうなんだけど、一体どうしたの。何か困ってるみたいだけど。それが、その迷子の子なんだけど、いきなりかくれんぼしましょっていなくなっちゃってさ、必死に探している最中なんだよ。あらら。すぐに見つけるから、君たちは談話室で待っててくれ。場所は知ってるだろ。それは覚えているけど、苦戦しているみたいだし、私たちも探すの手伝おうか。え、いいのかい。これも乗りかかった船よ。その子の名前と特徴を教えて。助かるよ。白いフリフリのドレスを着て、頭に黒いリボンをつけた10歳くらいの女の子だけど、ちょっと名前はわからないんだ。名前がわからない。いくら聞いても秘密とか言って教えてくれなくてね。家族と一緒に来たと思うんだけど、それらしい人も見つからないし、ほとほと困り果ててギルドに助けを求めたんだ。そうなんだ。でもかくれんぼといい、割と元気な女の子みたいね。元気というか、おませでおしゃまで気まぐれやって感じかな。大人をからかって楽しんでいるような気もする。ほほう、いたずら好きの子猫タイプか。そう、まさにそれだ。はぁ、本当にどこ行っちゃったんだろう。多分この建物からは出てないと思うんだけど。ということは
中庭を含めた部屋のすべてが捜索対象かな。子猫ちゃんのかくれんぼにはもってこいの場所かもしれないね。僕は一旦談話室に戻ってあの子のことを待っているよ。見つけたら連れてきてほしい。子猫ちゃんの声優になると必ずこいつがいますよ。さーて、逃げた子猫ちゃんを探してみるとしましょうか。白いフリフリのドレスに黒いリボンって言ってたわね。とりあえず一通り建物の中を探してみましょう。前、赤書館が出てきた女の子だと思いますね。おそらくね。ちょっと会ってみればわかるけど、全部回るって話なんで、中庭にまず出て、この辺の各部屋に回ってる感じですかね。ははは、ちょっと待って、公爵いいんじゃねえ。ははは、来た。遅い。遅すぎる。しかもしっかりボスついてんじゃん。雑誌とドーナツを買うのにどれだけ時間をかけているのだ。公爵。これ、フィリップ、私をどれだけ待たせれば。え、魔法師です。冷凍の質が上がりすぎて最近弁当系より数が多いですよね。確か、ローソンのホルモンチャーハンとかうまい。あの時は後ろにいた。デュナン公爵。こんな場所にいたんだ。シュヤさんが必殺技でボッコボコにしましたが、元気してる。しらじらしい。そなたたちのせいで、そなたたちのせいでな、私はこんな場所で禁止生活を強いられているのだぞ。私たちのせいって言われてもね。禁止してんだ。リシャール大佐の口車に乗った公爵さんも自業自得だと思うけど、ま、謹慎程度で済んで幸運だったと思うことですな。これがエレボニアなら皇族であろうと極刑者だからね。確かに陛下を幽閉したことがやりすぎであったのは認めよう。リシャールにそそのかされたとはいえ、それだけは思いとどまるべきだった。あれ、なんだか殊勝なセリフね。ふっ、勘違いするな。私は陛下のことは敬愛しておる。君主としても、叔母上としても、非の打ち所のない人物だ。だが、クローディアのような小娘を次期国王に指名しようとしていたのは、どうしても納得がいかなかったのだ。ちょっと、聞き捨てならないわね。クローゼは頭が良くて勉強家だし、人を引きつける器量だってあるわ。公爵さんに小娘とか言われる筋合いはないと思うんだけど。私が言っているのはそういうことではない。なるほど、確かに陛下の言う通り、あの娘の器は大したものかもしれん。だが果たしてクローディアに女王になる覚悟が本当にあるのか。昔からあの娘は公式行事にもなかなか顔を出そうとしなかった。知名度で言うなら、私の方がはるかに国民に知れ渡っているだろう。すなわちそれは、あの娘に上に立つ覚悟がないということではないか。会話変わってきた。それは、聞けばあの娘、身分を隠して学生生活を送っているそうだな。おまけに、孤児院などに入り浸っているそうではないか。待機、そんなことよりも、公式行事に出て広く国民に存在を知らしめること、それこそが王族の役目であろう。私は王族の役目とか全然詳しくないから、ひょっとしたら公爵さんの言うことも一理あるかもしれない。当然だ。でも、これだけは言えるわ。クローゼは今、悩みながらも答えを出そうと頑張っている。少なくとも、謹慎を理由に何もしていない公爵さんよりもね。何？クローゼに女王の資格があるかどうかを判断するのは、その答えを見てからにして。多分、公爵さんも納得してくれると思うわよ。バカバカしい。不愉快だ。とっとと部屋から出て行け。言われなくても。あ、その前に
ここに白いドレスを着た女の子が訪ねてこなかった？なんだそれは。私はここにずっとおる。そんな小娘など知らんわ。あっそ、お邪魔しました。シナリオには全く関係なさそうっす。まったく、なんなのよあの公爵は。自分のことは棚にあげて、クローゼをけなしてさ。まあそう熱くなりなさんな。あの公爵さん、意外とまともなことを言ってるんじゃないかしら。上に立つ人間っていうのは迷いを見せてはならないものよ。常に自分が正しいことを周りに示して導く必要があるわ。でもクローゼは。クローゼふらついてますか。そうね。公爵さんに言われなくてもお姫様なら分かっているはずよ。今はただお姫様が答えを出すのを見守ってあげなさい。うん、分かった。よし、迷子探し再開しましょう。ええ、うん、オッケー。もう一回入ると工作はいるね。白いドレスの女の子だと。そんな小娘など知らん。とっとと部屋から出ていけ。いやまあもうここでしか登場しないでしょうね、公爵に関しては今回は。禁止してますからね。私は評価人員の議員のウォルターと申します。視察と調印式の準備を兼ねて早めに現地したのです。なかなかどうして立派な日給ではないですか。まさに調印式を行うにふさわしい場所と言える。重要ではなかった。談話室。お、来たね。室です。なるほどね。見つけてからここに来ればいいのかな。応接室。調べられる。まさかこの下に隠れているってことは。まさかね。さすがにいないわよね。そういう感じで探していかなきゃいけない。コホン。それはともかく、今の君の服装で気軽にしゃがまない方がいい。え？なんというか見えそうだ。今のはあんたが悪いわ。スカートなんだからちょっとは気をつけなさい。分かったわよ。さすがですね、失礼さ。はい、展示室。重要キャラ全員話さないと、話進まないのかもしれないですね。で、その人は一応公爵入ってると思うんですよね。ボイスがついてたんで。離宮解放の時は、この底にスペアキーが貼ってあったのよね。わざわざボイスついてる。かなり大きな壺だし、ひょっとしてこの中に隠れて。やっぱこういう感じで探してないとダメなの。そんなわけないでしょう。だいたいその小さい口からどうやって入るつもり。それもそっか。ちなみに、SC 一気に進めようかなと思いますね。他のゲームもまあやってたんですけど、まあ今のところ一区切りついてる状態なんで、まあちょっとまず SC 終わらせようかなと。シナリオをちょっとね、あれ飽きちゃうとね、わかんなくなっちゃうんで、まあ極力進めて、YouTube にも上げられるような感じにできたらいいな。まあそうしたらサードまでやんないといけないんですけどね。なんかいや見ておりませんな。どっか調べるところはパッと見ないですか。なさそうっすね。うん、ないな。
あれじゃもう全部回っちゃったのね。あと一番奥っすね。ああ、中庭、人いるじゃん。どこ行ったかわかりますか？うん、すまない。ちょっと覚えていないよ。どうですか？気をつけたいんです。そうなんだ。はい、当日は帝国や共和国の大使はもちろん、我がリベール王国の代表はこれ会することになっています。確かクーデターの時に来たけどじっくり見る余裕はなかった。こうして改めて見ると本当、格調の高い部屋。あ、そっか、ここは、あ、そう、歩けなかったですよね。そうなんです。だから自然とお掃除に気合が入っちゃうんです。ああ、掃除は苦手だけどその気持ちすごくわかるわ。それじゃあ頑張って。はい、ありがとうございます。調べられますね。それ以外はなさそうか。じゃあ調べましょう。立派な縁談が置いてある。中を覗いてみたが誰も隠れていない。ビンゴだと思ったんだけど。そう簡単に尻尾はつかませてくれないみたいだな。いやー、そんでここ以外で探せってことなんですよ。しっかり探さないと見つかんねえぞこれ。食べられるところが増えてるのかもしれないですね。もしかしたらさっき見たことない。実は公爵の部屋にいるってことじゃないですか。ゲームのさ、見つけていないかしら。いやー、その可能性もあるのか。全員と会話した後にレイモンさんのところに行くと OK みたいなのがありえ、確かにありえますね、全部。いや、絶対こっちは考えられないですもんね。
誰も目撃者いねえのかよ、まさかの。いや、目撃者がいればね、わかりやすいんですけど、ね。じゃあ、レーモンさんとか行ってみましょうか。まさか、まさかレーモンさんが見つけたという感じ。ちょっと待って、いや、まだ調べてねえとこあんのかじゃ。なかなか骨折れますね。レーサー手帳の三章。ああ、やっぱテーブルの下はいないようだと。あるね。やっぱ全部探さないとダメだな、これ。遠くとか言ってたとこもしっかり探してないとダメかもしれないですね、もしかしたら。ほら、あった。ほら、今一瞬出たぞ。どこだ？さて、一瞬出ましたよね。あれ？これだ。ベンチのあたりにあるベンチと植え込みの隙間にもいないか。あ、ひょっとして、植え込みの中にいたりして。もう、本物の猫じゃないんだから。やっぱダメ？しれっと調べられましたね、この後。多分全部調べたらレーモンさんですかね。来た、来た。どうだい？見つかったかい？ううん。残念ながら、怪しそうな場所は一通り調べてみたんだけど。もしかして、エルベリ宮の外に出ちゃった可能性は。そうだとしたら厄介ね。かくれんぼだし、それはないと思うけどな。普通に行ける範囲内に隠れるのがルールだもん。多分、思いもよらない場所に隠れている可能性が高いわね。さすがエステル。遊びのことになると鋭いよね。もう少し探してみる？じゃあ、もう少し探してみるっていうのがあるのがすげえ謎なんですけど。少し発想を変えて探してみることにしましょう。ってことは調べられる場所が増えるってことですかね、これ。別の手を考えるとかいいような気がするんですけど。例えば、じゃあ、図書室とかも調べてみましょう。いや、ディニーのかよ。本当に見つけられるのかな、これ。この選択肢が出るってこと。ビルドポイント多くもらえそうな気もしますもんね。いやー、わからねえ。いやー、もう子供の考えはわからないですよ。どこに隠れとんねん。
全部のベンチを調べるのもありなのかな。全部調べますね。いや、そこで人取り回ってなかったら、ちょっと、さっきの選択肢変えてみましょうか。白、そんな小娘。気がしますよね。いいか、進めましょうか。わかるよ、さすがに。どうするの？まだ離宮の中を探してみる。諦めて別の手を考える。煮詰まってきたし、素直に降参した方がいいかも。降参っていうと？かくれんぼで鬼が降参すると言って鬼泣いて負けたかくれんぼ終わりって言いながら歩き回ればいいわ。なるほど。そしたらその女の子もきっと出てきてくれると思う。これだ なるほどちょっとした周知プレイというわけか。周知プレイ喜んで言わせてもらおう。それじゃあみんな一度練習で行ってみるわよ。鬼泣いて負けたかくれんぼ終わり。鬼泣いて負けたかくれんぼ終わり。ミャウしかもここじゃねえかよ。いやー、そりゃわかんねえよ。今の声って。いや、こんなとこにいたよ。まさか。いた。天の勝ちね。あー、エアレッテンであった。やっぱそうでしたね。お姉さん、お久しぶりね。ちゃんとレンのこと覚えててくれて嬉しいわ。いやー、まさか君たちが知り合いだとは思わなかったよ。アイリスの声が、声が完全にアイリス。君、名前はレンちゃんでいいのかな。ええ、そうよ。レンはレンっていうの。ごめんなさい、秘密にしてて。気にしてないよ。でも、どうして突然、かくれんぼなんか始めたんだい？だって、お姉さんが来てくれるって聞いたから、一緒に遊ぼうと思って、頑張って隠れていたのよ。そうなんだ。でも、よく私たちが来るなんて分かったわね。だって、お姉さん遊撃士さんなんでしょ？で、遊撃士さんが来てくれるって聞いたから。いや、そうなんだけど、遊撃士は私だけじゃないし、他の人が来たかもしれないわよ。でも、レンは信じてたわ。お姉さんが来てくれるって。その証拠に、ほーら、ちゃんと来てくれたでしょ？確かに。まあ、それはともかく。あなたのパパとママは一体どこに行ったのかしら。どうしてこんな場所でレンちゃん一人で遊んでるの。うわー、よく見たらお姉さん面白い格好をしているのね。そんな風におへそを出して風邪をひいたりはしないの。まあ慣れてるしね。そうじゃなくて、レンちゃんのパパとママが。でもその肌の色って南の方の出身なんでしょ。なのに、寒いのは平気なのかしら。小さな頃から旅芸人の一座でいろいろな場所を回ったからね。暑いところでも寒いところでも平気よ。それより、レンちゃんのパパとママは一体どこに行ったのかしら。はぁ、仕方ないわね。パパとママはどこに行ったかなんだけど、レンにもよくわからないの。わからない？レン、パパとママと一緒にここに遊びに来てたんだけど、お昼を食べた後、パパたちが真面目な顔でレンにこう言ったの。パパたちは大事な用があってレンとお別れしなくちゃならない。でも大丈夫。用が済んだら必ずレンのことを迎えに行くからね。パパたちが帰ってくるまでいい子にして待っていられるかい？ん？
それってレンはもう11歳だからもちろんできるわって答えたわ。そしたらパパとママはそのままどこかに行っちゃったの。こりゃ参ったわね。そんな事情とは思わなかった。どうしよう、保護者を探すっていう話じゃなくなってきた気がするんだが。知らねえ、いいかな。もちろんよ、これもギルドの仕事だわ。羊さん、心配しないで、この子は私たちが責任を持って預かるから。え？ねえ、レンちゃん、お姉さんたちと一緒に王都のギルドに行かない？すぐにパパとママを見つけてあげられると思うわ。そうなの？でもパパたち大事な用があるって言ってたのよ。大丈夫大丈夫、絶対に見つけてあげるから、お姉さんを信じなさいって。それじゃあリン、お姉さんと一緒に行くわ。よろしくお願いするわね。うん、こちらこそよろしくね。本当にすまない、その子のことよろしく頼んだよ。ええ、任せておいて。さてと、ギルドに戻りましょう。ギルドに戻るって流れになった。 OK、了解です。いや、でもさ、この辺にビックリマークが出たのかもしんないですね。くそ、いやー、見落としてましたよ。まあ、まあ、確かにそんなような感じだったような記憶は、まあ確かに、よくよく考えたらあるような気もしないでもないですね。まあいいや、戻りますよ。探索は前回終わってるはずなんで、もうすぐ向かうだけだぞ。TP 溜まってねえな。TP 溜めるか。あれっすね。温泉みたいなのがない。あ、うわー、見落としてた。いやー、しれっとありますね。いやー、もう。任せて。TP 溜めときましょう。TP か。いくぞ！全然溜まってねえよ。いくとしようか。魔獣戦で使い果たしてるね。さあ、行くわよ、そこ！まあ、どうせあれっすね。新ダンジョンみたいなのもある。いくぞ！はっ！これぞ、勝利の。毒は消えるんでしたっけ？消えるのか。任せて。不動の力、はっ、見せてやろう。あ、エスケルはズバ抜けで強いっすね。ジンより当たってんじゃねえか。行き止まり、ちょっと待って。行き止まりは宝箱の方がいいし、してますね。してるよね。こっちに行くのが正解か。おや、お、あなた方。あら、これあれですかね。失礼。やっぱそうさ、公爵の失礼。あれ、フィリップさんじゃない。エステル様、お久しぶりでございます。エルベリ宮に行ってらしたのですか。うん、そうだけど、フィリップさんはボートにでも出かけていたの？ええー、公爵閣下のお申し付けで買い物、買い物などをしておりました。ひょっとして利休で閣下とお会いになられましたか。気がしますな、マーケットで。まあね、
その様子ではやはり心ないことを言われたようですな。誠に申し訳ありません。進化としてお詫び申し上げます。いやまあ私に対して失礼なことを言ったわけじゃないし、別に気にするほどのことじゃないわ。そう言っていただけると助かります。それでは私はこれで、皆様失礼いたします。はあ、相変わらず苦労を背負い込んでるわね。あの公爵が小さい時から世話をしてるらしいけど。今のおじさん、ただものじゃないと見たわ。え、どうしたのよ、いきなり。だって、あんな風に目をつぶって歩けるんですもの。レンには絶対にできないわ。目は細いだけじゃん。あれは目をつぶっているんじゃなくて、細めなだけだと思うけど。ちなみに驚いていた時は、ちゃんと目を見開いてたわよ。あら、そうなの？驚いたお顔も見てみたくなっちゃったわ。いやー捕まった、くそ。いやー一体なのに。さてと、俺の番だな。回復した番。やれやれ、手こずらせてくれる。ってわけになります。不動の力見せてやろう。やっぱ強い。私の番かしら。そこ。やれやれ、そこ。そうですね、基本的には単体見えるんですね。この僕の華麗な活躍見てくれたかな。こっちがグランスローです。セントハイモンって言ったっけな、ちょっと待って。言った記憶はないんですけど。あーでもあるか、あ、いたいた、行きましたね、行きました。そうっすね、前の章と繋がってるんですね。っていう感じでなんか言ったような気がする。行くぞ！いやー、急に4体出てきやがった。任せて！いやー、バット、あーよかった、危ね、バット越え。さあ、行くわよ！はっ！僕の番だね。逃がさん！どうせ食らうんだ。俺の番だな。せい！あたしの番ね。いやー、ずれなかった。もういった。行くとしようか。逃がさん！いやー、オリビエだけ溜まってねえけど。まあ、行くわよ、そこ！オッケー。あら？もう終わりなの？まあ、行ったらやる。あー、なんで、なんであれでずれてんだよ、ちきしょう、ひでえ。行くぞ、せい。任せて。数が出ていいな。いやー、ちょっと待って、集中攻撃じゃん、ふざけんだよ。
いや、じゃあ状態異常あんのかよ。任せなさい。そこ行くとしようか。そこ、任せなさい。そこ。あと一回食らうね。行くとしようか。逃がさん。オリビアを狙ってほしいですね。さてと。これが私の実力よ。開口は基本的にはこういう感じですね。全然回復しないじゃん。いやー、陣の MP ねえなー。そこ任せなさい。そこ。さてと。行くぞ。Tゼロなんで使ってみましょうか。どれがいいんだ。ちょっと減っちゃうんで、TKは単体技か。あれ単体技どれだ、これか、これですね。行くとしようか、逃がさん。セダさんの AP 154ってアーツタイプだったんですけど、俺の番だな。低すぎでしょ。あ、インクラストはつけてないんですよね、多分ね。任せて。あたしの番かしら。はっ、僕の番だね。ナイス。逃がさん。いやー、すかったまあ、たまったんで、進めましょうか。さてと。俺の番だな。せい。やれやれ、てこ。して新しい掲示板はないかですね。さてと、急いでギルドに戻りましょう。レンちゃんのことについてエルナンさんと相談しなくちゃ。それもあるけど、そろそろ軍の担当者が来ている時間よ。軍の担当者、まさか忘れてないわよね。ディディか。ああ、しょうがないわね。あら、どうしたの？確かギルドっていうところにレンを案内してくれるのよね。小さなレディ、それではお手を拝借しよう。不肖このオリビエがエスコートさせていただくよ。お断りさせていただくわ。レンはお姉さんの方に案内してもらいたいんだもの。ガーン。悪いわね、オリビエ。それじゃあレンちゃん、遊撃士協会に行きましょう。お願いね。結局ついてくんだよね。まあね、これガラッと会話変わってるんですよね、このゲームはね。まあでも S に関してはそこまで全員話すみたいなことはちょっとさすがにやらないですね、最初に。これやるとね、本当に終わらないんで。
ヘルナさん。本集めを諦めてます。おっと、来た、ティータ。あ、エステルお姉ちゃん。あれじゃ、カスフィウスじゃねえ。いや、エステル君。チューサだ、チューサだ。先日顔を合わせて以来だな。あれれ、シード中佐じゃない。なるほど、軍の担当者というのはあなたのことだったのね。レイストン要塞からこちらに。ああ、その通りだ。つい先ほど警備艇で王都に到着したばかりでね。そうなんだ。ちょうど私たちも仕事から戻ってきたんだけど。おや、そちらのお嬢さんはひょっとして例の。あ、うん、そうなのよ。ちょっと事情があって連れてきちゃったんだけど。レンちゃん、お姉さんたち少し話があるから2階で待っててくれないかな。あら、ひょっとしてお仕事の話？あ、うん、ごめんね。別にいいけど、お仕事お仕事ってまるでパパみたいな感じ。レン、そういうのあまり好きじゃないわ。うん。あ、レンちゃんって言ったかな？私と一緒におしゃべりでもしない？私、レンちゃんのこと、いろいろと知りたいな。あなたと？そうね。おしゃべりしてもいいわよ。えへへ、ありがとう。それじゃあお姉ちゃん、私たち2階で待ってるね。年が近いから仲良くなりそうですね、思ったよ。はぁ、助かっちゃったわ。うん、どういう事情かは後ほど聞くとしましょうか。まずはシード中佐の話を先に聞いていただけますか。あ、うん、いいわよ。早速聞かせていただくわ。すまない、こちらも急ぎなものでね。まずこの話は王国軍からの正式な依頼と考えてもらいたい。君たちにある件の調査と情報収集をお願いしたいんだ。ある件の調査？不戦条約は知っているね。実はその条約締結を妨害しようとする脅迫状が各方面に届けられたんだ。脅迫状？それは穏やかではありませんね。一体どんな内容なんですか？これをご覧ください。不戦条約締結に手を引かぬ者に大いなる災いが降りかかるだろう。うわ、なるほど、脅迫状ね。内容はこれだけなの？ああ、これだけだ。そしてお気づきのように差出人の名前も書かれていない。正直いたずらの可能性が一番高いと思われるんだが。単なるいたずらとは思えない気がかりな要素がある、そういうわけだね。ああ、脅迫文が届けられた場所だ。まずはレイストン要塞の司令部、続いて飛行船公社、グランセル大聖堂、ホテルローエンバウム、リベール通信社、そして帝国大使館、共和国大使館、グランセル城、エルベリキュー、全部で9カ所だ。そんなに？なるほど、ただのいたずらにしちゃ大規模だな。軍が気にするのも無理はない。しかし飛行船公社に七王教会、ホテルにリベール通信か。一見条約締結とは関係なさそうなところに見えるわね。ところが厳密に言うと全く関係がないわけじゃない。まず飛行船公社は帝国共和国関係者を送迎するチャーター便を出す予定でね。同じくホテルもすでに関係者の宿泊予約が入っている状況だ。さらに大聖堂のカラント大司教は女王陛下から条約締結の見届け役を依頼されているそうだし、リベール通信は不戦条約に関する特集記事を数号前から連載している。どこも何らかの形で条約に関わっているってことね。一体何者の仕業なのかしら。うん、これは一筋縄ではいかないね。国際条約である以上、妨害しようとする容疑者はいろいろと考えられるだろう。そうだな、共和国か帝国の主戦派、もしくは三国の協力を歓迎しない全く別の国家の仕業か。
もちろん王国内にも容疑者は存在すると思います。そして最悪の可能性が結社ね。それで軍としては私たちに何を調べると？君たちにお願いしたいのは他でもない、脅迫状が届けられた各所で聞き込み調査をしてほしいんだ。具体的には、エルベリ宮とレイストン要塞を除いた7カ所だ。飛行船公社、グランセル大聖堂、ホテルローエンバウム、リベール通信社、帝国大使館、共和国大使館、そしてグランセル城ですね。多いね。どこも制服軍人が立ち寄ると目立ちそうな場所だね。全部情報部を失った今、聞き込みをギルドに頼るのも無理はないかな。恥ずかしながらご指摘の通りだ。そして新しい司令官殿の方針でギルドに回せそうな仕事は片っ端から回せとのことでね。それを実践させてもらったよ。まったくもう父さんも調子いいわね。まあまあ、これも先生の信頼の証よ。君たちに依頼したのはあくまで私の一存さ。この度条約調印式までの王都周辺の警備を一任されてね。警備体制を整えるためにはなるべく多くの情報が欲しいんだ。どうか引き受けてもらえないかな。引き受けたいのは山々なんだけど、もう一つ片付けなくちゃいけない事件が起きちゃって。先ほどのお嬢さんの件ですね。かいつまんで説明していただけませんか？レンが料金を。なるほど、確かにそれは放っておけないな。しかしあんな年端もいかない子供を置き去りにするとは。前にその親御さんと少し話したことがあるんだけど、とっても真面目そうで娘思いのご両親って感じだったわ。何かのっぴきならない事情があると思うんだけど。そうですね、何かの事件と関わって娘さんを巻き込まないようにしたのかもしれません。しかしそれでしたら一石二鳥かもしれませんよ。え？どうやらレンさんのご両親は外国人でいらっしゃるようです。なら大使館やホテルなどに問い合わせた方がいいでしょうね。ああ、なるほど。どちらも脅迫状が届けられた場所ってわけね。飛行船公社にも乗船記録があるはずよ。王国軍も各地に通達を回して親御さんの捜索に協力しよう。関所を通ったのならわかるはずさ。ありがとう、シード中佐。どうやらこのまま話を進めても良さそうですね。具体的な調査方法と分担はこちらに任せていただくとして、やはり調査結果の報告は文書と口頭がよろしいですか？ああ、盗聴を避けるためにも動力通信は使わないでほしい。実は本日からエルベリ宮に警備本部が置かれる予定でね。ご足労かとは思うが、そちらにお願いできるかな？うん、わかった。それじゃあ調査結果の方はエルベリ宮に直接届けるわね。よろしく頼むよ。その結果、エステル人オリベクローゼが両国の大使館とグランセル城リベール通信社を回り、知らざるそれ以外の場所を一人で調査するという分担になった。それじゃあ私たちちょっと出かけてくるわ。ディータ、レンちゃん、悪いけどお留守番頼むわね。それなんだけど、レンはディータと一緒にお買い物に行くことにしたわ。ごめんね、お姉ちゃん。ベンちゃんがどうしても百貨店に行きたいらしくて。あら、心外ね。ディータもぬいぐるみとか見てみたいって言ってたじゃない。ぬいぐるみ。レンちゃんだろ。いつレンちゃんのパパたちの情報が入るかわからないから、待っててほしいんだけど。じー、じー。ダブルでその目はずるいわよ。いいんじゃないの、リータちゃんがついていれば買い物くらい大丈夫よ。それもそっか。リータ、レンちゃん、私たちも夕方には戻るから、それまでには戻ってきなさいよ。それと王都は広いから迷子にならないよう気をつけるように。うん、任せて。それじゃあレンちゃん、早速出かけようか。もちろんよ。
お姉さんたち、またね。もう仲いい、もう仲いい。すぐに仲良くなっちゃったみたいですね。うん、さすがに年齢が近いだけはあるわね。でも、レンちゃんとティータの組み合わせか、微妙に不安なコンビね。あら、どうしてですか？いや、だってティータって推しに弱そうだし、レンちゃんにいろいろと振り回されそうな気がしない？確かに。そういえばエルナンさん、あの子の両親の名前はちゃんと聞き出せたの？ええ、なんとか。クロスベル自治州に住む貿易商のご夫妻のようですね。クロスベル、おっと、これあれですかね、ゼロの奇跡の舞台ですね。名前はハロルド・ヘイバーズとソフィア・ヘイバーズだそうです。クロスベルの貿易商、ハロルド&ソフィア夫妻と。うん、手帳にメモしたわ。ゼロの奇跡とかレンが出てくる可能性はあるのか。こちらも OK よ。脅迫状の調査と合わせて聞き込みを始めるとしますか。打ち合わせ通り、エステルさんは帝国共和国大使館とグランセル城リベール通信を当たってください。各大使館についてはジンさん、オリビエさんに協力をお願いします。ふん、任せたまえ。要するに大使さんに紹介すりゃいいわけだな。グランセル城については殿下よろしくお願いします。エステルさんに然るべき方を紹介してあげてください。はい、わかりました。リベール通信は言うまでもなくエステルさん自身が一番の適任ですね。じゃあリベール通信行くの？うん、ナイアルに聞いてみるわ。残りの大聖堂、飛行船公社、ホテルローエンバウムですが、シェラザードさんにまとめて調査をお願いします。うん、ええ、その方が効率がいいでしょう。それじゃ、レッツゴー。あれ？じゃあもうこれは移動にならないのか。さてと、聞き込みを始めますか。どこから行こうか。ま、どこからでもいいだろう。カルバード大使館だったら俺はフリーパスになっている。うん、すぐにお前さんたちを大使に紹介してやれるはずだ。うん、僕はエレボニア大使館だね。門番の兵士に取り次げば丁重に案内してくれるはずだ。グランセル城でしたら私がいればそのまま入れます。うん、おばあ様に相談してみるのが一番いいかもしれませんね。リベール通信も特に問題なさそうだし、まあいいわ、片っ端から訪ねてみることにしましょう。いや、全部回ることになりそうっす。いや、しれっとクローゼになってますけど、レベル低いな。いや、低いっすね。低いより。低いっすよ、もう。戦闘にならなきゃいいっすか。あ、でもビル寄ってみましょうか。報告等掲示板。打ち合わせ通り、エステルさんは帝国共和国大使館とグランセル城リベール通信を当たってください。各大使館についてはジンさん、オリビエさんに協力をお願いします。グランセル城については殿下よろしくお願いします。この調子で次の依頼も頑張るわよ。お疲れ様です。無事に目的を達成できたみたいですね。何か依頼を達成したらまた報告に来てください。さあどうでしょう。あ、あるね、一個だけあるわ。歴史洋館か。うん、価値の高い品ではない、いたずらある可能性の高いですね。ため調査をお願いします。東外区の、国際空港近くにある、中央会館。まずは、あ、現地か。いや、短いになってんな。これやんないとダメっすね。今やりましょうか。優先的に。セーブをしとこう。
まあ、買い物姿ぐらい見てもいいか。あの二人多分、ここで買い物してるってことですね。リビウエル通信とかどこに売ってるんでしたっけ。あ、いたいた、いた。メンちゃん、ここにいたんだ。あら、お姉さん。ねえ、お姉さんは、どのぬいぐるみがいいと思う？そうね。そこのウサギだって可愛いと思うけど。ほんとに？奇遇ね。メンもウサギさんが一番可愛いと思うわ。ぬいぐるみを見ると、アネラスさんを思い出すわね。今頃どうしてるかな？アネラスさん？私と同じ遊撃士なんだけど、ぬいぐるみが大好きなお姉さんよ。きっと、レンちゃんと気が合うんじゃないかな。レンも、そのお姉さんに会える？今は仕事でオートにいないけど、そのうち会えるかもしれないわ。そのうちっていつ？明日？それとも明後日？それはわからん。ちょっとわからないかな。つまらないの。お買い物が終わったら、他の場所にも遊びに行ってみたいわ。ディータにいろいろ案内してもらうのよ。まあ、クロスウェイに帰っちゃったら会えないですもんね。あ、お姉ちゃん。ディータ、ベンちゃんをよろしく頼むわね。うん。任せて、ベンちゃんと一緒に行きたいとこがいっぱいあるの。そうなんだ。くれぐれも迷子にならないようにね。はーい。お姉ちゃんも、お仕事頑張ってね。持ってますね。じゃあ大丈夫か、気にしよう。凍結の効果、あ、持ってるからいいか、とりあえず。じゃあ、こっちっすね。ここっすね。誰に話せんだ。これか。おや、君たちは。どうも、遊撃士協会の者です。掲示板に出された依頼を見てきたんですけど。おお、待っていたよ。早速依頼の話をするが、構わないかね。はい。ええ、大丈夫よ。それで、一体何が盗まれたの？また回答ですかね。それなんだが、君たち、この辺りを見て何か違和感を感じないかね。違和感？ここって、飛行船の写真が展示されているコーナーよね。言われてみると何かが足りない気が。わかりました。確かそこの壁には、アルセイユの写真が飾ってあったと思います。そういえば。うん。僕もオート見物の時、ここで写真を見た記憶があるよ。さすがにそこは。ということは、盗まれたのはそのアルセイユの写真ってわけか。お察しの通りだ。朝には確かにあったんだが、昼過ぎにはいつの間にかなくなっていてね。代わりに、こんなカードが壁に貼り付けてあった。回答じゃねえか。うるわしの姫君とその友らよ。気高き白鷹の写し絵は我が手中へと舞い降りた。これを求めんとするならば、我が挑戦に応えるがよい。第一の鍵は老将の巨に時の傍観者を探れ。はあ、またしてもあいつか。困りましたね。どうやらこの僕に対抗心を燃やしているようだね。怪盗紳士ブルブラン、見喰らう蛇の執行者か。話には聞いていたが、随分かぶいた男のようだな。おお、犯人に心当たりがあるのかね。それは心強い。よろしく頼んだよ。うん、わかりました。それじゃあ早速調べに行くとしますか。気まずいんじゃねえかよ、あいつ。老将の巨人、時の傍観者。
系大とかそっち系ですかね、もしかしたら。時計台だったらこの辺に近くにありますね。どうでしたこれ。いや、違うんだ。これじゃねえんだ。時の傍観者じゃん、これ。いや、もう、めぼしいのって言ったらそれ系だと思ったんですけどね。あれ、そこ以外にもあるってことか。わかんないっすね。しかも、ボートなんてめちゃくちゃ広いから、これかなり難易度高いぞ。いやー、めんどくさいから調べましょうか。前も結局調べたもんね。本当に難しいんですよ。この三章。西街区。まあ、西街区にもやっぱ似たようなのがあるってことか。ありました。老将って言うと、やっぱりモルガン将軍だろうし。そうだね、老将イコールモルガン将軍か。ということは、これが時の傍観者になるのかな。ええ、その可能性は高いと思います。中を調べさせてもらう必要がありそうだね。エステルたちは家の人に相談して時計を確かめさせてもらうことにした。時計の中を調べると、裏蓋に、カードが貼り付けられていた。第二の鍵は市中に。地に留まった象徴を探れ。地に留まった象徴。睨んだ通りだ。他のマークかなんかですか。まあ、まさか、家の中にそんなものが仕掛けられていたなんて。まあ、この家への害があってやったわけじゃないはずですから、安心しても大丈夫だと思います。侵入したんだよってのは、モルガンが基本的にないから、いつでも侵入できるもん。でも念のため、夜はしっかりと戸締まりをしておいてください。はい、ええ、気をつけますわ。それでは、次に行ってみるとしようか。ワープできるタイプですよ。多分普通に中に入れるんだろうね。多分ね、どっかに床にね、多分マークがあるんだと思うんですけど。まあ、それがどっかわかんないですよ。
地にとどまった象徴か。この白ハヤブサの彫像なんか怪しいと思うんだけど。確かにリベールの象徴たる鳥だからな。それでは調べてみましょうか。鉄柵の絵と根元を調べるとカードが貼り付けられていた。第三の鍵は異国の館に。青き騎士の決意を見よう。これは大使館ですかね。よし、正解ね。でも、青き騎士って何を示しているのかしら。親衛隊の大使さんたちのこととか。ああ、確かに青い軍服ですし。いや、異国の館と言っているのに、親衛隊では筋が通らないだろう。何よりも美しくないから、他の可能性を当たるべきだと思うよ。そういうもんかしら。まあ、似た者同士の言うことだし、ここは忠告に従った方がいい。まあ、大使館でしょうね。たぶん、ついでに寄ってっちゃえばいいな。じいさん、お疲れ様っす。中に入れるのか。何かご用すか。ああ、エルザ大使に相談があってきたんだが、今いるかい。外出はされてないから、いらっしゃると思うっすよ。ところで、そちらの方々は。ギルドの仕事仲間でね、うちの大使さんに紹介しようと思ってるんだ。へえ、そうっすか。ま、じいさんの連れなら通しちゃっても大丈夫っすね。どうぞお通りくださいっす。あ、大使館の敷地内は市外保険になっていますから、くれぐれも不審な行動は慎んだ方がいいっすよ。だってさ、オリビエ。やれやれ、信用がないね。ポンポンポン。あ、入れるわ。これ2ならではですね。1は入れなかった。ほう、これはこれは。へえ、これがカルバード大使館なんだ。さすが立派で豪華な雰囲気ね。それにどことなく異国情緒のある内装ですね。ま、東方からの移民を受け入れてきた国だからな。ちなみにエルザ大使の部屋は2階の奥にあるぞ。わかった。このくらいやっても大丈夫そうですね。よう、また来たぜ。部屋を借りるかもしれんが、その時はよろしく頼むぜ。もちろんですよ。ピッカピカにお掃除して待ってますから。あ、本来人形の騎士がある。わー、ちょっと待って。これってなんだ？前作のやつってこれでしたっけ？もしかしたら前作のやつがここにあんのかもしれないですね。ゼロってなんか見たことありますもんね。人形のやつ。あとあれかな、ファイブがモチーフになってるのかな、人形ってことは。
ガストンパンシャって、うん、似たようなやつがいますけどね、近くに。ディナン公爵という。気がある。うわあ、ちょっと待って、16巻、いやすごいあるね。見やすいっすよね。結局見、あれですね。本系って探して見逃すと話繋がらないっすからね。その時点で。ページの間にはカードが一覧されて、いやーこんなとこにあって、すでに扉は開かれた。猛者たちの舞踏会に参加せよ。舞踏会、こんなところに。なるほど、確かにこの場所は共和国の領内扱いになる。まさに異国の館というわけか、うん、そして青き騎士というのが小説の登場人物だったみたいですね。まったく、ずいぶん手の込んだことをしてくれるじゃないの。でも、これで最後みたいね。猛者たちの舞踏会か。さて、どこの場所のことだろうね。16巻見てないですか。うわ、しかもこれでさらに続くんだ。よくわかんない。いや、それ長いっすね、これ。いや、こんだけあるってことは、これあれっすね。過去作に出てきたやつじゃないっすね、これ。こんなに あったのか、ないっすね、これ。横さんみたいなタイプがいるってことですよね。ファルコムのスタッフ。横さんとかもこういうの好きそうですね。
や、普通のシナリオはですね、小説化してきますからね。確かにあれ、サードとかもなんか似たようなのあったような気がするな。サードもちょっと楽しいですけどね。いや、じいさんじゃないか。3時間また世話になります。今日はまたゾロともしかしてお客様かい？ギルドの仕事仲間ですよ。もしかして脅迫状の件か？ご明察の通りです。ご部分からのようにして。何か心当たりはありませんか？あの程度の脅迫状なんて脅迫国じゃ珍しくないから。正直なところ金も止めてなかったんだが。確かに国内には過激な連中が多いからし。あ、そうなんだ。いや、本当に、物騒ですね。脅迫国。ああ、移民問題が絡むと毎回必ず事件を起こしてくれる。まあ今回に関しては私は何とも言えないよ。まずはエルザ大使に、意見を聞いてみるといいんじゃないか。早速捜査してもらいますよ。それじゃあ失礼します。2階って言ってたけど、3階に来てますけどね。なんじゃじいさん、またリベールに来たのか。役もじいさん、またしばらく世話になるぜ。いつも随分と忙しくしてるようじゃないか。当たり前じゃないしろ言うと、条約の調印式が控えてるからな。パーフは悪いが、当分お前さんに構ってる暇はないぞ。奇跡シリーズでカルバート共和国編があるんだとしたら、この辺のキャラも出てくるのかもしれないですね。映像大使とか、ね。ここが大使の部屋だ。早速話を聞いてみるか。うん、話を聞いてみる。よし、それじゃお前さんたちを紹介しよう。全部回らないといけないですね。うん、どうぞ入っていいわ。失礼しますぜ。あら、ジンさんじゃない。先日帰国したばかりなのに、またリベールに来たのかしら？いや、ギルドの仕事でやり残したことがありましてね。またしばらくの間はリベールに滞在しようと思ってます。さすが永久遊撃士。何かと忙しいというわけね。ところで、そちらの方々は？はじめまして。遊撃士協会に所属するエステル・ブライトと言います。こちらの二人は協力者のクローゼとオリビエです。よろしく、大使殿。お初にお目にかかります。よろしく。カルバード共和国大使のエルザ・コクランよ。どうやら面倒な話があって訪ねてきたみたいね。ええ、実はエステルたちは大使館に届けられたという脅迫状について尋ねていた。あの脅迫状の件か。それじゃああなたたちは王国軍の依頼で動いているの？一応そういうことになります。ただ遊撃士協会としても見過ごせる話じゃありません。それを踏まえて協力していただけませんか？まあいいでしょう。我々にも関係あることだしね。それで何を聞きたいの？まずは脅迫者に心当たりがないでしょうか？共和国に条約締結に関する反対勢力が存在するかとか。それはもちろんいるわよ。例えば私なんてそうだしね。え？ちょいと大使さん、あんまり若いもんをからかわないでくれませんかね。あら、事実は事実だもの。
私のエレボニア嫌いはあなたも知っているでしょ。なるほど、そういうことで。そりゃあまあ。勘違いしないで。すでに大統領が決定して議会も承認した案件だからね。個人的な感情は抜きにして話は進めさせてもらっているわ、ね、そうですか。それじゃあ他の反対している人たちは？いるにはいるけど少数派ね。それらの勢力も本気で反対しているわけじゃないし。本気で反対していない？あのね、そもそも不戦条約って実効性のある条約ではないの。国家間の対立を戦争によらず話し合いで平和的に解決しましょうって歌っているだけなのよ。そういう意味では条約というより共同宣言ね。その気になればいつでも破れる口約束に過ぎないということだね。そういうこと。まあ確かにここ十数年カルバードとエレボニアの関係は冷え切っていたから、今回のような機会を通じて話し合いの場が設けられるのは意義のあることだとは思うけどね。確かに脅迫状を出してまで阻止するほどの話じゃないか。あのエルザ大使、カルバードの関係者が脅迫犯ではないとするなら誰が怪しいと思われますか？そうね、個人的な先入観で言えばエレボニアの主戦派あたりが限りなく怪しいと思うけど、新型エンジンの件もあるし、その可能性も低そうなのよね。新型エンジンってもしかしてアルセイユ用の？そう、それのサンプルがカルバードとエレボニアの双方に贈呈されることになっているの。不戦条約の調印式の場でね。ああ。さすがはアリシア女王、まんまと帝国と共和国を手玉に取ったということだね。ええ、悔しいけど大したお方だわ。新型エンジンは次世代の飛行船舶の要とも言える存在よ。それがサンプルとはいえ手に入るチャンスなんですもの。いくら帝国の主戦派にしたって水は差したくないでしょうね。なるほど。ということは帝国共和国ともに不戦条約を妨害する可能性はかなり低いということですかね。そうなるわね。お役に立てなくて申し訳なかったかしら。そんなことないです。容疑者が減っただけでも状況が分かりやすくなったし。あ、それとは別にお尋ねしたいことがあるんですけど。例の両親たちでいるだけ。クロスベルの貿易商ハロルド・ヘイワーズ？心当たりはないわね。少なくとも大使館を訪れてはいないと思うわ。そうですか。クロスベルといえば帝国と共和国の中間にある場所よ。帝国大使館にも問い合わせてみた方がいいかもしれないわね。はい、わかりました。いろいろと教えてもらってどうもありがとうございました。あら、どういたしまして。ところであなた、エステル・ブライトと言ったわね。もしかしてカシウス准将の娘さん？あ、知ってるんですか？当たり前よ。かつて帝国軍を破った英雄にして王国軍の新たな指導者ですもの。娘さんがいるとは聞いていたけど、こんな形でお目にかかれるとはね。私はただの新米遊撃士なんですけど。ええ、わかってるわ。うちの大使館もギルドにはいろいろとお世話になっているの。今後うちの依頼があったら受け負ってくれると嬉しいわ。機会があったらぜひ。それじゃあ失礼しました。オッケー、1個目終わったね。エステル・ブライトさんか。うちの大使館もギルドには日頃からお世話になっているわ。今後うちの依頼。なかなかしっかりシナリオあれですね。しっかりと知らないシナリオになってますよね、やっぱり。奇跡シリーズの。で、どうしようと思ったんですけどね。舞踏会がどうだったんですか。一回まず、見てみましょうか。ね、戦闘になる可能性があるから、セーブはしておきましょう。よし。
戦となるとめんどくさいですけどね。あれ、うん、来た来た来た、鍵が開いている。やっぱり開いてる。ここの入り口は武術大会などの催しがない時には常に施錠されているはずです。だとしたらどうやらここが最終的な目的地のようだね。よし、早速中に入るとするか。場所的に戦闘になる可能性がかなり高いですよね。まあ行けなかったとこ行けると面白いんですけどね。行けねえ、そうですね。これいけんのかな、これ。なるほど。グランアリーナか。なんだか懐かしいな。ああ、そんなに時間が経っていないのに不思議なもんだ。こうして立っているとあの時の歓声が聞こえてくるようだね。確かエステルさんたちは武術大会を勝ち抜いてお城に招待されたんですよね。私も観戦したかったです。今にして思えば私なんてまだまだ未熟だったけど、でも今回の騒動が片付いたら来年の武術大会にも出場してみたいな。自分の力を確かめてみるためにも。それでこそ旦那の娘だ。そうだな、その時は俺も参戦させてもらうか。さすがにジンさんが相手じゃ勝ち目がない気がするんですけど。それでは僕はエステル君を応援する歌を観客席で歌わせてもらおうかな。歌愛を込めて力の限りね。気持ちは嬉しいけど慎んで遠慮しとくわ。さあ来ました、やっぱいるんだ。なるほどね。魔獣状態上タイプじゃん、こんな。どうやら古代の闘技場と同じ趣向のつもりらしいな。舞台としては悪くない。観客が不在なのがいささか物足りないのね。来ます。はい。不動の力見せてやろう。こいつマスター倒していいような気もするけど。チェイ、行くぞ。あ、はい、はい、これで終わりだ。雷神将。はい、という奥義。雷神将。ボン。いや、さすがにね、CP 溜まってるんで。任せて。まあ、なんとでもなりそうですね。あたしの番ね。あ、これは単体なんだ。行くよ。強っ、3000。いやー、仲間呼ぶんだ。やっぱじゃあ本体やっぱ行くとしようか。ダメっすね、本体。逃がさん。やれやれ。いやー、こうせざるを得ないですね。お見せしよう、美の神髄よ。ハウリングパレット。そっか、これが溜まってねえのか。凍った。やっぱそういうタイプっすよね。不動の力見せてやろう。あー、届かねえ。いや、全然届かない。なんかってかぶりはいいや。俺の番だな。セイ、不動の力見せてやろう。これぞ勝利の美酒ってやつだな。いや、まあ今回オート編なんでクローゼをメインで使ってる流れになるのかな。何の
のよ。宝の中に入ってるの。手品みたいでしたね。なかなか芸が細かいじゃないか。さすが僕のライバルとして立候補するだけはあるね。予想していた以上にふざけた性格のようだな。まあいい、とっとと中身を調べてみるとしようぜ。うん、そうね。アルセイユの写真、箱の底にはカードが貼り付けられてやった。我が姫、我が公敵主、そして勇敢なる遊撃士諸君よ。姫って言ってんの誰のこと、クローゼのこと言ってんのか。趣向を凝らした我がもてなし、楽しんでもらえたかな。我が姫って言うんじゃねえ主役の機嫌を損ねたくないので、そろそろ脇役は退場させてもらおう。次なる開口を楽しみにしておきたまえ。ったく、何が次なる開口よ。いい加減にしてほしいんですけど。でも、なんだか気になることが書かれていますね。主役とか脇役って、一体何のことなんでしょう。言われてみれば、まあ、とりあえずこの写真を資料館に返しに行きましょう。これは今後のシナリオに関わってくるってことですか。いや、本当に助かったよ。しかし、その怪盗とやらは、どうしてアルセイユの写真なんかを盗んだりしたんだろうね。アルセイユは確かシナリオに関わってきてましたもんね。ウィストン要塞かなんかで、なんかそういう話になってたもんね。立派ではあるが、写真である以上、大した価値にはならんだろうに。バージョンアップしてるんでしたっけ。まあ、どちらかっていうと、私たちへの嫌がらせみたいなものだから、そういう意味では、ごめんなさい。巻き込んじゃったのかもしれないわ。謝る必要はないさ。君たちの仕業じゃないんだし。とにかく、本当にご苦労だったね。だから、結社側はもうアルセイユに近いものを持ってんのかもしれないですね。で、主役と脇役。クエスト消えた展示物を達成した。じゃあこのまま帝国の大使館に行ってみましょうか。黒髪っていうのはあの人ですね。おや、オリビエさん。お役目ご苦労だね。中に入りたいんだが、通してもらえるかな。構いませんが、そちらの方々は。遊撃士協会の人間よ。こちらの大使さんにちょっと話が聞きたくてね。それでこのお調子者に紹介してもらおうと思ったの。なるほど、そうでしたか。身分も確かのようですし、お通ししても良さそうですね。どうぞお通りください。大使館の敷地内は治外法権となっていますので、くれぐれもお気をつけて。うん、わかったわ。英語には大使館。ああ、こっちも豪華っすね。おお、こりゃまた立派な建物だな。うわー、カルバード大使館に劣らず豪華な雰囲気の内装ね。それにして力強い雰囲気、帝国風の調度で内装が統一されているみたいですね。なるほどね。帝国の意向をアピールする舞台だからね。残念ながら役者の方がやや見劣りしているようだが。ここはこういう系の建物が多いってことですかね。何を不穏なことを抜かしているか。来た、ミラー。うわー、親愛なる友よ。久しぶりだね、元気にしていたかい。貴様というやつは、あれほど常に所在を連絡しろと言いつけていたにもかかわらず。これも恋の駆け引きさ。離れているからこそ募る思いもあるものだからね。エステル君、感謝する。どうやらこのお調子者が迷惑をかけてしまったようだな。
ま、それほどでもなかったわ。比較的おとなしくしていたしね。比較的おとなしく。まあ、そこの変人は放置しておくとして、どうやら帝国大使館に用があってきたみたいだな。あ、うん、実はここの大使さんに話を聞きに来たんだけど。脅迫状の一件を聞くため帝国大使に面会を来たことを説明した。あの脅迫状か。自分も気にはなっていたが、ギルドが動くとは思わなかった。王国軍の依頼ということかな。一応そうだけど、できるだけ中立の立場で調べさせてもらうつもりよ。ふん、いい心がけだ。それでは自分の方からダビル大使に紹介しよう。そのお調子者よりは信用してもらえるはずだ。え、いいの？いや、助かるぜ。ありがとうございます。お調子者。そんなに僕って信用ない？え、アルトでも思ってたの？ま、お前さんの紹介だと余計な誤解を招きそうだしな。そうだ。ごめんなさい、オリビエさん。しくしく。しくしく。賢明な判断だ。賢明な判断。ダビル大使は2階の執務室にいる。確認を取ってくるから、しばらく待っている。いや、オリビエとジンを鍛えといてよかったっすね。うん、オッケー。さっきのボス戦と。誰がメインパーティーになるかわかんないですからね。急に変わりますからね。さあ、会話していきましょう。あら、オリビエさん、ずいぶん久しぶりじゃないですか。こちらの方たちはお客様でしょうか。うん、客人には違いないが、彼らと旅を共にしたこともあって、バラも恥じらうほど甘味で濃厚な時を過ごした仲なのさ。ねえ、エステル君。まあ、ではミラ様は捨ててしまわれたんですか。頭痛が、ミラさんの苦労が少しだけ分かった気がする。本命はどちらだ。もうええっちゅうの。いや、このメイドさんも話を合わせるんじゃないよ、そっちの方に。ここは何だ。イベイの国境から一番近い帝国の町をパルム市と言います。僕はそのパルムの出身なんですよ。うん、ボースから近いから里帰りするときなんか便利なんですけどね。反対に帝国、帝都に行く方が時間かかるんですよ。帝国には定期飛行船がなくて、鉄道を乗り継がないといけませんから。なるほど。めちゃくちゃ遠そうっすね、帝都本国。いやー、オリビエさんじゃないか。温泉に行っていたなんて羨ましいな。こっちは、調印式の準備で連日ヘトヘトになるまで働いているよ。まあ、本があるのかな、こっちに。この部屋にある本はすべてリウェールで出版されたものだよ。相手の国を知るにはまずは文化からってことさ。世の仲間はないけど、ちゃんと元の場所に戻しておいてくれ。まあ、ある、あるよ。やっぱりあるんだ。本来カーネリアがある。
なんかちょっと見逃してたのがすいません。ちょっと適当にこの辺に回しときますけど、多分大丈夫ですね。執務室なのかな。その通りさ。それでは華麗に乱入して大使殿を驚かそうじゃないか。ミューラーさんにぶん殴られるわよ。待たせたな。大使がお会いになるそうだ。あ、うん。それじゃあ失礼します。ようこそエレボニア大使館へ。私はチューリベール大使のダビル・クライナッハだ。遊撃士協会のエステル・ブライトです。ジン・バセック、同じく遊撃士協会の者だ。ジェニス王立学園2回生、クローゼリンツと申します。そして愛と平和の使者、オリビエ・レインハイムさ。ふん、君か。何でもエルモ村に行ったきり行方をくらましていたそうだな。あまりミュラー君に心配をかけるのはやめたまえ。もちろん私にもな。これは手厳しい。それはともかく、例の脅迫状の一件で話を聞きに来たそうだな。どんなことが知りたいのかね。それじゃあ単刀直入に聞きますけど、大使は脅迫者に心当たりはありませんか。例えば帝国内で条約締結に反対する勢力とか。率直な物言いだ。しかしあいにくだが、全くもって心当たりはないな。皇帝陛下も条約締結には随分と乗り気でいらっしゃる。それに異を唱える不届き者など我が帝国にいるはずなんなかろう。そう断言されると身も蓋もないんですけど。それじゃあ大使さんは帝国以外の人間の仕業だと。当然そうなるな。大方カルバードあたりの野党勢力の仕業だろう。チューム政治の弊害というやつだ。そりゃどうかと思いますぜ。確かに共和国の与党と野党は毎度のように対立してますが、たとえ条約が阻止されたとしても大統領の責任になるとは思えない。ふん、詳しいことは知らんよ。確実に言えるのは、脅迫者が帝国の人間ではありえないことだ。それだけ分かれば十分ではないかね。ダビル大使、オズボーン最小閣下は不戦条約についてどのように受け止めてらっしゃるのですか。何？ほう。なかなか鋭い質問だね。そのオズボーンさんって？帝国政府の代表者、鉄血宰相オズボーン。国の安定は鉄と血によるべしと公言してはばからないお方でね。帝国全土に動力鉄道を敷いたり、いくつもの自治州を武力併合したりと、まあとにかく精力的な政治家さ。そんな人がいるんだ。こらオリビエ君、自国の宰相を批判めいた言葉で語るのはやめたまえ。別に批判をしているつもりはないけどね。ただもう少し協力的になっても罰は当たらないんじゃないかな。先ほど
共和国のエルザ大使からいろいろと話を聞かせてもらったが、あちらの方がはるかに協力的だったよ。何？このままだとエレボニアという国の度量が疑われてしまうことになる。それが僕には耐えられないのさ。会話微妙に変わんのか。ダビル大使、その件に関しては秘匿すべき情報はありません。率直な事情を説明しても問題ないのではありませんか。まあよかろう。先ほどの質問だが、陛下と同じくオズボーン宰相も条約締結には極めて好意的だ。むしろ宰相の方から陛下に進言したと聞いている。まあほう。それってやっぱり新型エンジンが目当てですか。いや、彼が陛下に進言したのは新型エンジンの話が出る前らしい。まあ事情はどうあれ、私としては妙な圧力もかからずにほっとしているというのが本音だ。うん、なるほどな。こりゃ帝国関係者も白の可能性が高そうだぜ。うん、そうみたいね。大使さん、教えてくれてどうもありがとうございました。結社絡みですか。どうだ、私が最初から言った通りだろう。犯人探しがしたければさっさと他を当たるんだな。あ、ちょっと待った。実はもう一つ聞きたいことがあるんですけど。そうか、それは不憫なことだな。帝国商人なら時々この大使館を訪れるが、さすがにクロスベルの貿易商には心当たりがないな。ミュラー君の方はどうだ。いや、自分も記憶にはありません。そっか、こっちも前途多難な雰囲気ね。しかし凶悪犯と迷子の親を同時に探しているとはな。月並みな言い方になるが、諦めずに頑張るといい。あ、はい。では自分が門まで送ろう。遊撃士というのもなかなか大変な仕事のようだな。そういえば何ヶ月前だったか、帝国内のギルド支部が次々と何者かの襲撃を受けたという情報が入っとったな。組織の性格を考えれば何かと標的になることも多かろう。これにめげずに頑張ってほしいものだ。いや、初めてこう SC やった時は表情ハミソンの方が大変でしょう、初めて SC やった時は、まあ、クロスベルの、まあ、下りはかなりスルーしてたような感じはしますけど。まあ、ここはですね、ゼロの奇跡とかをやった後に、やっぱやるとこの辺で出てるんだっていうのはわかりますね。これだ。エレボニア、活気になってるんじゃないか。誰がこんなもん本題に入れたんだろう。ダビエ大使に教えたら大目玉を食らっちゃうよ。そうだ、そこの君、この本もらってくれ。まあ、2巻見逃してるんで、いいんですけどね。あれやってないっすからね。ギャンブル。ないっすよね、確かね。そうっすね、ないっすよね。タイミングで本が手に入るのかなりいやらしいですね。絶対おかげで大使さんからいろいろと聞くことができたわ。いや、大したことはしていないさ。それに本来三カ国の問題だ。協力するのは当たり前だろう。違いない。なんとか解決できるといいんですけど。あれ、どうしたのオリビエ。いや、少し考え事をね。脅迫事件の話じゃないから気にしないでくれたまえ。オリビエ、オートにいる間は大使館に泊まるんだろうな。もちろんさ、いつものように君のベッドで
甘い夢を見させてもらうよ。お嬢さん方が信じるからくだらない冗談をさえずるな。あまり冗談が過ぎるとすまきにして床に転がすぞ。いや、それっていわゆる緊迫プレイ。お望みとあらばな、ミノムシのように窓から吊るしてやってもいい。ミノムシ。ごめんなさい、調子に乗りました。さすが幼馴染。なんだかんだ言ってバッチリ息が合っているな。おぞましいことを言わないでもらいたい。まあいい、俺はこれで失礼しよう。調査の方頑張ってくれ。うん、ありがとう。大使館を2つ片付けたから、あとはお城とリベール通信ね。手がかりがあるといいんだけど。そうですね、とにかく行ってみましょう。作品報告行こうか。本の系はまあちょっとですね、まあ今回あれですね、その怪盗の件でまあちょろっと攻略サイト見たのがあるんですけど、まあ基本的にはまあですね、見逃したら見逃したらまあいいかなっていう感じですね。もう2課を逃してるんで全部揃える必要ないですね。これで依頼達成ね。お疲れ様です。何かい、オッケー。どっちから行きましょうか、じゃあ。リビル通信から行きましょうか。近いんでっか。本当はあれですね、クローゼの装備を買ってあげたいんですけどね。どうしようか。なんか他に、あれですね、戦闘があるとこに行くことになったら、ちょっと買いましょうか。基本的にはシェラソンでいいっすもんね。リベールドロップか。ダイヤルが2階にいるかな。いねえな、あれいねえっすね。3階かな、じゃあ。編集さんお久しぶり。今日は一体どうしたのね。もしかしてナイアル君に送り、ギルドの仕事でちょっと聞かれることかな。もうルーアンから戻ってきてるかな。ああ、戻ってきてはいるんだが、確か今取材で外へ出てる。うわ、外にいるのか。そうか。想像はしてたけど相変わらず忙しいみたいね。まあそういう仕事だからね。ここにいるかわからないけど、夕方までには戻るって聞いてるよ。うん、わかったわ。どうやら他の場所から回った方がいい。ああ、やっぱ順番が決まってるんだ。そうだね。ここは一番最後でいいかもしれない。なるほどね。だからやっぱりあれですね、共和国のとこに行くっていうのが多分一番最初の流れなんですよね。だからオリビエのなんか、会話の下りがあったってことですね。はいはい。じゃあ、城に行きましょうか。ちょっと入れてきますね。すいません。行ってきます。サクッと。ただいまです。やっていきましょう。グランセルジオですね。
いやユリア様女性にも人気っすよね。おっとあんたたちか。誰かに面会したいんだったらすぐに取り継がせてもらうぜ。それとも城内の見学を希望ですか。今日は遊撃士のお仕事で来たんだけど。お久しぶりですねダンさん、アルツさん。姫様？クローディア殿下、お帰りとは知りませんでした。今回はちょっと別のようで立ち寄ったんです。エステルさんたちを城内にご案内したいんですけど、通していただけますか？もちろんですとも。殿下の命とあらば。さすがだわ。大した人望だね。こりゃ公爵がひがむわけだ。クローゼ殿、並びにエステル殿のご一行がご来場。開門。さあ、お通りください。お役目ご苦労様です。エステルさん、それでは入りましょう。細かい演出が。こんなシーンなかった気がしますね、全然。さあ、お通りください。さあ、グラセージ。さてと、お城での聞き込みだけど、とりあえず女王様には挨拶がてら相談するとして、確かユリアさんって留守にしているんだったっけ。ええ、アルセイユの試験飛行で、レイストン要塞に出張中です。そりゃ残念だな。あの姉さんがいたらさぞかし力になってくれそうだったが。それじゃあ他に相談できそうな人はいるかな。やはりヒルダ夫人にも相談してみるべきだと思います。レンちゃんのご両親がグランセル城を訪ねていたらきっとご存知のはずでしょうし。確かにヒルダさんだったらお城のことは何でも知ってそうね。それじゃあ早速女王様とヒルダさんを探すことにしますか。おばあ様はこの時間でしたら女王宮にいらっしゃると思います、ヒルダ夫人は。そうですね、そこのメイド室で聞けばどこにいらっしゃるかわかると思います。なるほど。うん、了解。それじゃあメイド室と女王宮に行ってみましょう。了解。地下とか行けんの。ここはいけねえか。さすがにいけないですね。ラストダンジョンにつながってたんですね。レイストン要塞、そうっすね。出てましたもんね。カシウスとやり合ってるところ。あ、ここにつながってるの。じゃあ、ここがメイド室か。エステル様、クローディア様とジー様も失礼しました。長らくご無沙汰しております。久しぶりだな。シアさんにメイドの服を着せてもらったことを思い出すな。ほう、エステル君がメイド。女王様に会うためにね。そうそう、ヨシアにも無理やりメイド服を着せてシアさんに化粧してもらったのよ。あの時のシアさんたらもうノリノリだったんだから。ああ、恐縮です。
セシリア姫を見事に演じたヨシア君の侍女姿。おお、さぞかし可憐なものだっただろうに。つくづく公爵の晩餐会に参加できなかったことが悔やまれるよ。そうそう、シアさん、ヒルダさんがどちらにいらっしゃるかご存じないでしょうか。あ、助官長でしたら今は資料室にいらっしゃると思います。確か調べたいことがあるとおっしゃっていましたから。資料室ね。オッケー、うん、助官長でしたら今、確か資料室ってことは2階のあのなんか左側のところでしたっけ。でもなんかありますね。うん、そうですね。2階の方ですね。なるほど、ここは事務室か。嫌われてますね、公爵。やっぱり。クローディア様、それにエステル殿も。ヒルダさん、ただいま戻りました。お久しぶりです。ええ、本当に姫様がエステル殿に協力なさっていることは私も存じ上げております。二人ともご無事で何よりでした。ヒルダさん、ありがとう。実はここに戻ってきたのは、ギルドの調査を兼ねてなんです。ヒルダさんに少々お聞きしたいことがありまして。私でよければ何なりと。ですが、ここで話すのは、いささか人の目がありますね。客室を使わせていただきましょう。あら、ワープしちゃった。なるほど。例の脅迫状の調査をなさっているのですか。では、お知りになりたいのは、犯人の心当たりでしょうか。はい、まさにそれです。とりあえず脅迫状が届いたところを一通り回ってみることになって。それはご苦労様です。ですが心当たりといってもさすがに見当もつきませんわね。城の人間がやったのでないことだけは自信を持って断言できますが。やっぱりそうよね。城に届いた脅迫状は誰に宛てたものだったのですか。恐れながら女王陛下に宛てたものでした。陛下宛ての不審な手紙は改めさせていただいていますから。私も内容は存じております。まったく恐れも知らぬ不届き者がいたものですね。ちょいと失礼。他に城に届けられた手紙で不審なものはありませんでしたかね。王室に対する批判めいた内容の文書とか。それはヒルダさん、私の方からもお願いします。できるだけ多くの判断材料が欲しいんです。そこまでおっしゃられるなら、いくつか無記名の文書が届いているのは事実です。ただ王室に対する批判というものはありません。リシャール大佐の原型を嘆願するものが多いですわね。おそらく一部の王都市民によるものではないかと。そうなんだ。うん、さすが僕がかつてライバルと目した人物だ。
逮捕されてもなお人気とはね。大佐が有能な人物であったのは誰もが認めるところでしょうから、それを惜しむ人がいても何ら不思議ではないでしょうね。しかしそうした手紙と脅迫状は関係なさそうですな。どうやら王室を動かすことが目的というわけではなさそうだ。それが分かっただけでもよしとしますか。そうそう、ヒルダさん、もう一つ聞きたいことがあるんですけど。レンですね、レンの件。クロスベルの貿易商、ハロルド・ヘイワーズ。ええ、存じていますわ。ヒルダさんのお知り合いですか？いえ、数日ほど前に城内の見学を希望された方です、うん、たまたま手が空いておりましたので私が案内させていただきました。確かに奥様とお嬢様をお連れになっていましたね、うん、そういうことね。両親がどこに行ったかの手がかりにはならなそうだね。ただ少々気になることが。気になること？お嬢様の方はとても楽しげに見学してらっしゃったのですが、それとは対照的にご両親の方は心ここにあらずといった雰囲気でした。私と話すときは普通にしていましたが、多分無理をしていたのかもしれません。ここを初めて見学したにもかかわらず心ここにあらずという雰囲気か。悩み事があった可能性は高そうだな。そうですね、その時点で何かのトラブルに巻き込まれていたのかもしれません。うん、そのあたりに行方を探す手がかりがあるかもしれないね。ヒルダさん、ありがとう。結構いいヒントを聞かせてもらっちゃいました。それはようございました。ところで姫様、それに皆様、今夜は当然グランセル城にお泊まりになられるのですよね。え？私は王都に滞在している間は厄介になるつもりですが、皆さんはどうなさいますか？先ほど言ったように、僕はエレボニア大使館で厄介になるつもりでね。ご好意だけ受け取っておくよ。俺もカルバード大使館に泊まらせてもらうつもりだ。謹んで辞退させてもらおう。私はシェラネーとティータに聞いてみないと。レンちゃんのこともあるしね。そうでしたね。それでは、いつお泊まりになっていただいても大丈夫なよう、お部屋の準備をさせていただきます。ありがとう、ヒルダさん。よろしくお願いします。お任せください。私はメイド室に戻りますが、皆さんはどうぞごゆっくりなさってください。それでは失礼します。さてと、次は女王様に会わなくちゃ。女王宮にいらっしゃるんだっけ？はい、多分そちらだと思います。それでは挨拶させていただこうか、うん、順番あってそうですね。確かに資料室の一階になんか NPC、 いないっすね。あとは確か反対側に酒場みたいなのがありますよね。料理が、頼めるかもしれないですね。ないんだ。休憩中ですかね。じゃあ行きましょう。ここですね。さすがここは人いないですね。回だと思うんだが、これに行ってよっていう感じかな。メイドさんあたり、
そうですけど、あ、もうないですね、もしか、どこの奥にいるのか。さあ、着きました。やっと来てくれましたね。え、おばあさま。あ、ピューイがいる、ピューイがいる。ピューイ、あれ、ジーク、ジークだ、ジーク。なるほど、ジークが気を利かせてくれたんですね。ええ、あなたたちが来ることを教えてくれました。お帰りなさい、クローディア、そしてエステルさん。よく来てくださいましたね。事情はカシウス殿から一通り聞かせてもらいました。本当にいろいろと大変でしたね。気遣っていただいてどうもありがとうございます。でもやるべきことは見えているし、クローデたちも助けてくれています。だから私は大丈夫です。そう。しばらく見ないうちに本当に頼もしくなりましたね。オリビエさんとジンさんもようこそいらっしゃいました。どうぞ部屋にお戻りください。紅茶の用意をさせてもらいます。そう、脅迫状の件で来たのですか。まさか各国の大使館や教会にまで届いていたとは。単なるいたずらとは思えなくなってきましたね。はい、そうなんです。そこで関係者から話を聞いて、脅迫犯についての目星をつけようということになって。おばあさまは今回の件に関して何か心当たりありませんか。特に国内に関してですけど。そうですね、クローディア、あなた自身はどう思いますか。私ですか。あなたも王位継承者ならば、日頃から国内情勢について考えを巡らせているはず、うん、それを聞かせてもらえますか。あ、はい。不戦条約そのものに関して国内で反対する勢力というのはほとんどないと思います。ですがクーデター事件後、極右勢力が追い詰められているという話を耳にしたことがあります、うん、それが脅迫状という形で現れた可能性はあるかもしれません。さすがね、私の意見も大体同じです。どういうことですか。リシャール大佐以外にも軍拡を主張していた人々は少なくありませんでした、うん、ですがクーデター事件もそうした主張は完全に封じられた形になっています。さぞかし不安と不満を募らせていることでしょうね。まあ確かにちょっと出てきましたもんね。要するにリシャール大佐以外の軍拡主義者の嫌がらせですか。そう言っても差し支えないかもしれません。もしそうだとしたら、カルーネですか、カルーネ。それは彼らの罪というより他ならぬ私の責任でしょうね。リベールでは言論の自由が認められているのですから。おばあさま、あんまり同情する必要ないと思うんですけど。いいえ、言論の自由というのは何よりも増して尊いものです。軍拡論にしても愛国の精神から来ているのは間違いありません。そうしたものを全て検討しつつ国の舵取りをしていくこと、それが国家元首の責任なのです。しかしそうなると実際に条約が阻止される危険は低いということですかね。脅迫犯が軍拡主義者ならばそう言えるかもしれませんね。リシャール大佐の逮捕された今、彼らに事を起こす力はありません、うん、問題はそれ以外の人間が脅迫犯だった場合なのですが、その可能性については私にも見当がついていない状況です。そうですか。アリシア女王、一つお聞きしてもよろしいか。ええ、何なりと。陛下はなぜ
今この時期に不戦条約を提唱されたのですか。何しろクーデター事件の混乱も完全に収まりきってはいない状況だ。今は国外よりも国内のみに目を向けるべきだと思うのですが。ちょっとオリビエオリビエさんのおっしゃる通りかもしれませんね。ですが不戦条約に関してはクーデター事件よりも以前に両国の政府に打診していました。それを遅らせたとあっては国家の威信にも関わるでしょう。それにクロスベル問題も再び加熱しているようですしね。ほう、クロスベルってレンちゃんの住んでる自治州？ええ、帝国と共和国の中間に存在している自治州です。近年この自治州の帰属をめぐって両国は激しく対立してきました。ま、帝国と共和国の喉に刺さった魚の骨みたいなもんだ。それに関するいざこざをひっくるめてクロスベル問題って言われている。そっか、そういう場所だったんだ。つまり不戦条約を通じてリベールが魚の骨を抜く、それを狙ってらっしゃるのですね。一朝一夕に片付く問題ではないでしょう。ただそのきっかけを提供できればと思っていました。そしてそれは大陸西部の安定とリベールの発言権を高めることにもつながるはずですお見それしました。どうやらリベール侵攻は想像以上の愚行だったらしい。それを改めて痛感しましたよ。今さら何を言ってるんだか。あ、そうだ、ちょっと話は変わりますけど。例の病死。まあそんなことが。さすがに女王様には心当たりはないですよね、うん、ええ、申し訳ありませんが、グランセル城を訪ねていたらヒルダ夫人が知っていると思いますが、まあ、夫人の件ぐらいしかなさそうですね。もう訪ねてみましたか。はい、ヒルダさんにも心当たりはないそうです。そうですか。お望みでしたらクロスベルの自治政府に連絡を取りましょう。それはありがたいです、ね、いつでも相談してください。なるほどね。はい、おばあ様ありがとうございます。そろそろ私たち次の調査に向かいますが、わかっています。今夜はグランセル城に泊まっていってくれますね。その時にあなたの考えをじっくり聞かせてください。はい、よろしくお願いします。いやはや大したお方だ。あの絶妙のバランス感覚は大陸切手と言うしかないね。ああ、まさに理想の君主だな。リベール国民が羨ましいぜ。ふふん、当たり前よ。なんて言ったって私たちの国の女王様だもん。どうしたの、クローゼ？あ、いえ、おばあ様の凄さを改めて実感してしまって、やはり私など足元にも及びませんね。あ、うん。姫殿下、女王陛下はいくつの時に即位されたんだったかな？あ、はい、二十歳の時だったと思います。で、姫殿下はいくつだい？16になりますが、あ、そういうことだ。陛下も即位された当初から今の政治手腕を振るってきたわけではないだろう。まして今のあなたは陛下が即位した時よりも若いんだ、うん、比べても仕方ないだろう、うん、武術における断りの境地は器のある者にしか至れない。その器を持っていても一歩一歩の積み重ねがなければ絶対に到達することはできない。そして陛下はあなたに断りに至る器を見出した。焦ることはないと思いますぜ、うん、オリビエさん、ジンさん、ありがとうございます二人ともいいこと言うじゃない。伊達に年は食ってないわねしっけえな、僕はまだ25歳だよ。意外と若い。ジンさんより5歳も若いのだからねしっけえなのはお前さんの方だろうがとりあえずこれでおばあ様とヒルダさんから話が聞けましたね。うん、
そろそろ市街に戻ろっか。ええ、そうですね。うん。じゃあ、あと、リベー通信か。ほう、もう夕方か。時が経つのは早いものだね。そろそろナイアルさんが戻っているかもしれませんね、うん、あ、それもそうね。よし、通信社に行ってみるか。いやー、このまま気象が変わってるんでしょうね。夕方になりましたからね。この広さで全員の会話がありますからね。作り込みすぎだなって。職業の方なんじゃ。あ、本当？いや、上の収容室にこもっているよ。あの顔は大したネタをつかめなかった時の顔だ。なるほど。いた。あ、いたいた。おーい、ナイアル、こんにちは。あ？あ？なんだなんだ、お前さんたちかよ。こんにちは、ナイアルさん。お邪魔させてもらうよ。はあ、姫殿下に演奏家に不動の陣までいるのか。ずいぶん賑やかじゃねえか。あの後、またいろいろあってね。ナイアルは市長選の取材、無事終わったみたいじゃない。へへ、あったぼうよ。それで、今日はどうした？何か美味しいネタでもあるかよ。いや、どちらかというと私たちの方が知りたくてね。ここに届けられた脅迫状について聞きたいことがあるんだけど。なんだ、お前らもそいつを追ってやがるのか。てっきり王国軍が調べてると思ったんだが。うん、その軍からの依頼で調査を手伝っているんだけど、何か情報は入ってないかな。うん、俺の方も王都に戻ってきたばかりで大した情報は入ってねえんだ。どちらかというとお前らに聞きたいくらいだぜ。なんだ、使えないわね。君もマスコミの人間だろ。犯人の見当くらいついているんじゃないのかね。失礼な連中だな。お二人とも失礼ですよ。あの、ナイアルさん、無理を承知でお願いします。些細な情報でも構わないので教えていただけないでしょうか。ちょっと姫殿下、頭を下げないでくださいよ。もう仕方ねえな。これはオフレコだが、脅迫状が届けられたのはどうやらここだけじゃないらしい。まずはレイストン要塞、そして大聖堂に飛行船校舎にホテルローエンバウ、さらには帝国と共和国の大使館にグランセル城、エルベリキュー、全部で9カ所も届けられたらしい。ん？どうした？ナイアル、その情報ならとっくに軍の人から教えてもらったんだけど。なぬー！仕入れたばかりの最新のネタだっつうのに。
こりゃ聞くだけ無駄か。うん。他を当たった方がいいかもしれないわね。ちょっと待った。そこまでコケにされちゃリベール通信切っての敏腕記者ナイアル・バーンズの流したるぜ。いいだろ。現時点での俺様の推理をお前さんたちに聞かせてやるよ。手短に頼むよ。いいか、よく聞け。俺はな、今回の事件は愉快犯の仕業だと睨んでいる。うん、それは私たちも考えたけど。そう確信する理由を聞かせてもらいたいもんだな。記者としての経験から言うと、あの脅迫状にはリアリティがないのさ。そもそも脅迫状ってのは具体的かつ現実的な要求を掲げて初めて意味があるもんだ。だがあの脅迫状にはそれがない。うん、確かにそれはそうだね。単に災いが起こるだけじゃ関係者としても対応しようがない。そういうことだ。とても本気で条約そのものを妨害するつもりだとは思えねえ。誰だか知らんが世間を騒がして喜んでいるだけだと思うのさ。なるほど、一理ありそうですね。ただ脅迫状が9カ所にも届いたのが気になりますけど、どれも条約に関係しているところばかりのようですし。確かにただの愉快犯にしちゃ事情を知りすぎているようだ。それを言われると、ただそうした事情ってのはその気になれば調べられるもんだ。とりあえず俺は愉快犯の前提で情報を集めてみようと思っている。お前さんたちは別の視点から動いてみるのもいいだろうさ。剥奪されてる状態、ね。そうね、ありがとうナイアル。結構貴重な意見だったかも。はい、いや今ユリアさんそうだろ。まあ何か分かったらお互い情報交換するとしようぜ。俺も不戦条約の締結まではオートに腰を据えるつもりだしな。あ、そうなんだ。そういえばドロシーはどうしてるの？ドロシーも気になる、ね。うん、あいつらボース地方に出張中さ。ちょいと写真を撮ってきてもらいたくってな。特集？王国軍関連の特集さ。空賊どもが使っていた中世の砦があっただろ、今あそこは王国軍の訓練基地になってるんだ。飛行船の操縦訓練なんかが行われているらしいぜ。へえ、そうなんだ。それじゃあその基地の取材に行ってるわけね。まあな、未だに一人で任せるのはちょいと心配なんだが。確かに否定できないわね。あ、そうだ、ナイアルに聞きたいことがもう一つあるんだけど。ん？例のご用心。クロスウェルの貿易商ハロルド・ヘイワーズ。聞いたことねえな。うちの尋ね人欄にも載せてなかったと思うぜ。そっか。ま、サービスのついでだ。どうしても見つからなかったら俺の方でも力になってやるよ。尋ね人欄に載せるなり、クロスベル方面の知り合いに聞いてみるなりできるだろう。ありがとうナイアル。なんだか今日はいつもよりも頼もしいわね。ちょっぴり見直しちゃったわ。そうだろそうだろ。っていつもは頼もしくないってことかよ。いやーね、言葉のあやだってば。よし、それじゃあそろそろギルドに戻るか。シェラザードも戻ってきてるだろう。そうだね。ナイアルさん、どうもありがとうございました。いやいや、また来てくださいよ。まあ、今とカノーネの線がかなり濃いけど、今日は一日中歩き回ったが、ろくなネタが上がらなかったぜ。ドロシーのやつが何か掴んでくるといいんだな。それが今とこういう思いつかないですもんね、犯人の。まさかの知り合いじゃないパターンもあると思うっていう話です。ビール。あら、戻ってきたわね。ごめんごめん、ちょっと遅くなっちゃった。ティータとレンちゃんは？つい先ほど
戻ってらっしゃいましたよ。今は2階でお買い物の戦果を見せ合っているみたいですね。そっか、楽しんできたみたいね。それじゃあ私たちも報告しようかな。ええ、よろしくお願いします。なるほど、ずいぶんいろいろな情報を掴んできたみたいじゃない。まあ、決定的なことは何も分かってないけどね。知らねえの方はどうだった？正直どこも外れだったわ、うん、大聖堂、ホテル、飛行船校舎、いずれも脅迫状を送ってきた犯人の心当たりはないそうよ。飛行船校舎は空賊事件のように後からミラの要求があることを警戒しているみたいだけど、今のところその要求もないみたい。そっか、結局犯人の可能性はいろいろと考えられるんだけど、結社の仕業って可能性はどこまであるのかしら。何とも言えませんね。これまでの事件を見る限り、彼らは今のところゴスペルの実験以外の活動はしていません、うん、そしてゴスペルは普通では考えられない現象を引き起こすことが分かっています。うん。その意味で今回の脅迫事件は確かに毛色が違っていそうだね。現時点で結社の関与を示す兆候は見られないってわけだな。警戒のしすぎなのかしら。絡んでこないパターンもあると思う。警戒しておくに越したことはないと思います。とりあえず今できる調査は全てやったと考えていいでしょう。皆さんの報告は私の方でレポートとしてまとめておきます。明日それをエルベリ宮にいるシード中佐に届けてもらえますか。うん、結局犯人は分からなかったから申し訳ないけど仕方ないよね。そういえば知らねえ、レンちゃんの方はどうだった？そっちの方はいくつか分かったことがあるわ。まずはホテルだけど、あの子とご両親は2週間ほどオートに滞在していたみたいね。その間ずっとホテルの同じ部屋に泊まっていたそうよ。そしてようやく今朝チェックアウトしたみたいね。なるほど。次は大聖堂だけど、滞在中何度か大聖堂に礼拝に来ていたみたいね、うん、それで応対した司祭さんが言うにはご両親の様子が変だったそうよ、はい、礼拝中上の空だったみたい、うん、ヒルダ夫人の話と同じですね。うん。最後に飛行船校舎なんだけど、乗客名簿を調べてもらったらおかしなことが分かってね。え？おかしなこと？クロスベル出身のヘイワーズ夫妻とレン、ここ半年の乗客名簿にその名が見当たらなかったの。どう？え？うん、ミステリーだね。となると陸路を通ってリベールに来たということかな。そんなはずはない。そんなはずないわよ。だって初めて会った時飛行船で到着したとか言ってた覚えがあるもん、うん、エアレッテンのあの時ね、確か大きな湖が見えたとか言ってたわね。うん、そうでしたか。だとすればご両親が偽名を使っていたのかもしれませんね。偽名。後ろ暗いことがあったのか、トラブルを恐れていたのか、いずれにせよ旅に出る前から危険は予測していたみたいだな。レンさんのご両親については各地のギルドにも連絡しました。今は焦らず情報が入るのを待った方がいいかもしれませんね。とりあえずレンさんですが、しばらくギルドで預かった方がいいかもしれません。うん、トラブルに巻き込まれる危険もあるしね。よかったら私に預けてくれない？人事とは思えないし。そう言っていただけると助かります。王と滞在中、皆さんの宿泊はギルドが手配させていただきます。レンさんの宿泊費も持たせていただくのでご安心を。正直助かっちゃうわ。あ、そういえばヒルダさんの話があったっけ。王城に泊まってはどう？そんな話が。その話。正直ありがたい申し出だけど、今回はちょっと遠慮させてもらおうかしら。何か起こった時ホテルの方がギルドと連絡もつきやすいしね、うん、それは確かにそうかも。レンちゃんの両親の連絡が入ってくるかもしれないし。クローゼ、悪いんだけど
お気になさらずに、ヒルダさんの方には私の方から説明しておきます。僕とジンさんはそれぞれの大使館止まり、姫殿下はグランセル女王止まり、君たち二人と年少組はホテル止まりというわけだね。その前にどうだろう、せっかくだから酒場で一緒に夕食を共にしないかい？あ、いいかもね。オリビエのピアノも久しぶりに聴いてみたいし。これは乗ってくるの。嬉しいことを言ってくれるじゃないか。エステル君もようやく大人の味が分かってきたようだね。いかがわしい言い方すんじゃないわよ。しかし、そういうことならすぐに出かけた方がいいな。これだけの大所帯だ。席がなくなる可能性もある。あの子たちを呼んで酒場に向かうとしましょうか。サニーベルインで言う人だと思いました。あ、ここはカットするんだ。完全にカットされたわ。さてと、私たちはここまでね。クローゼ、気をつけて帰ってね。近くですから大丈夫ですよ。あら、お姉さん、この辺りに住んでいるの？ええ、親戚の家に泊まるんです。それでは皆さん、失礼します。お疲れ様。クローゼさん、さようなら。それにしても、やたらと盛り上がったわね。オリビエに呼び出されてミューランさんまで来ちゃうし。そういうあんただって記者さんを呼んでたじゃないの。どうせだったらと思ってね。レンちゃんたちはどうだった？楽しかったわ。お料理も美味しかったし、面白い話もいっぱい聞けたし、ピアノもすごく素敵だったわ。うんうん、オリビエさんってピアノがとっても上手なんだね。ちょっとびっくりしちゃった。またオリビエ褒められてる。ま、一応演奏家を名乗っているくらいだからね。シェラネの方は切り上げてもよかったの？まだジンさんたちは盛り上がってたみたいだけど。本格的に飲み始めたら止まらなくなっちゃうからね。明日の仕事もあるし、今日は早めに休むことにするわ。うん、そっか。それじゃ、私たちもホテルの部屋を取りますか。遊撃士協会の方々ですね。お話は伺っております。あいにくですが、4人部屋を確保することができなくて、2人部屋を2つという形でお願いできませんでしょうか。あ、そうなんだ。知らない。どういう風に分かれる？私はどこでも。あんたたちで好きなように決めなさい。だったらレンはお姉さんと一緒がいいわ。うん、ずっとお仕事ばっかりで、あんまり話せなかったんだもの。あ、レンちゃんずるい。私もお姉ちゃんと一緒の部屋がいいのに。一緒の部屋がいい。言ったもの勝ちよ。なんだったら一緒のベッドに寝てもいいけど。うそうそ、今夜はレンちゃんにお姉ちゃんを譲ってあげる。ありがとうって言った。譲られちゃったわ。モテモテね。それじゃあ私はティータちゃんと同室か。寝る前にタロットを使ったゲームでもして遊ぶか。あ、はい。パパたちと一緒に泊まった部屋とは違うわね。向こうの窓からは大きな建物が見えるし。あ、どうしたの？お姉さん？同じやん。あ、うん、ちょっとね。それよりも、レンちゃん、ごめんね。パパとママのこと、なかなか見つけられなくて。ううん、いいの。だってパパたち、ちゃんと迎えに来てくれるって、レンに約束してくれたもの。別にお姉さんたちが無理をして探すことないわ。
でも、レンのパパとママはかくれんぼが上手だったの。もちろんレンほどじゃないけどね。だから簡単には見つからないと思うわ。そっか。それじゃあ無理はしないで、のんびり探すことにするわね。え、それがいいわ。それよりも、レン、お姉さんに二つお願いがあるんだけど。お願い？何？あらダメよ。お願いを聞いてくれるって約束してくれなければ言えないわ。そうきたか。私にできることなら何でも叶えてあげるわよ。本当？嬉しい。最初のお願いはね、レンのことはレンって呼んで。ん？ああ、呼び捨てでいいってこと？ええ、そうよ。リータは呼び捨てなのに、レンだけちゃん付けなのはちょっと納得いかないわ。そういうもん？うん、別にいいけど、なんだったら私のこともエステルって呼び捨てにする？お姉さんを？エステル。エステル。うん、いいかもしれないわ。だったらそう呼んでよ。よろしくね、レン。よろしく、エステル。嬉しいな。そっかそっか。それでレン、もう一つのお願いって？ええ、あのね、さっき部屋に入った時驚いた理由を教えてくれる？ああ、エステル、ちょっとだけ悲しそうな顔をしてたわ。だから、気になっちゃったの。そっか。前にね、この部屋にある人と泊まったことがあるの。その人のこと、ちょっと思い出しちゃってね。わあ、それってやっぱり恋人？残念ながらそうじゃないわ。家族として一緒に暮らしていた、私の兄弟みたいな人かな。今はちょっと一緒にいないんだけど。その人ってどういうお兄さんなの？名前は？見た目は？ああ、うん。ヨシアって言うんだけど、黒髪に琥珀色の瞳をしてて、かなりのハンサムだったかな。ハンサムっていうより美人って言うべきなのかしら。美人さん？だってお芝居とかでお姫様の格好とかしちゃってね。これがまた怖いくらいに似合っちゃうようなやつなのよ。うわぁ、いいわね。でも、その人に一度会ってみたいわ。ねえねえ、いつ会えるの？それはちょっとわからないな。ひょっとして、いつ会えるかわからないから悲しいの？すごい。それは平気。何年かかっても、絶対に連れ戻すって決めているから。それじゃあ、どうして？きっと今頃ヨシアは、無理をしてると思うから。なのに、支えてあげられないのが、ちょっと悲しいかな。ごめんごめん。こんな話、事情を知らないレンには面白くないよね。そんなことないわ。その、ヨシュアってお兄さん、本当に素敵な人みたいね。素敵ね。結構ひどいやつだと思うけど、あんな勝手な別れ方をして、私の初めてを。私の初めてを。初めて？おぉ、なんでもない。今日は疲れちゃったし、そろそろ寝るとしましょう。ああ、ごまかしたもう、全部聞き出すまで絶対に眠らないんだから、しまったなぁ。ベッド入ってからたわりのないおしゃべりをしていた。やっとレーンがうつらうつらして穏やかな寝息を立て始めた頃、疲れの溜まっていたエステルもまさかまに意識を失っていった。とはちょっと待って、イエーガーじゃないですか。ラベンの俳句。ラベンとボースか。ボースですね、これ。
ビンゴみたいですね。ああ、ようやく尻尾をつかんだぜ。それにしてもラベンヌ廃校だな。うまい場所に目をつけたもんだぜ。確か空賊団が定期船の積み荷を奪うために利用した場所でしたよね。らしいな。エステルたちが途中にある露天堀の場所で空賊団の一味と交戦したそうだ。とするとそこをアジトにしている可能性が高そうですね。どうします？このまま踏み込みますか？ああ、ギルドと軍に連絡している暇はねえ。とりあえず潜入して残党の規模を確かめるぞ。ラジャーです。おお、結構普通に見れるんですね。おかしいな。予想通りアジトのようだが、人の気配が感じられないぞ。そうですね。さっきの兵士たち、どこに行っちゃったのかな。もしかしたら、感づかれたかもしれないが。まあいい。とっとと調べるぞ。ダメですね。もぬけの殻って感じです。先輩の方はどうですか？こっちも同じだな。留守中なのか、あるいは拠点を移った直後なのか。せめて行き先が分かるような手がかりでもありゃいいんだが。行き先の手がかりにはならなさそうなんですけど、あっちのテントでこのファイルを見つけました。おお、見せてみろ。なんだこいつは。妙な図面が書かれてやがるな。オルグイユ開発計画。オルグイユ、何かの乗り物の設計図みたいだな。乗り物、オルグイユ、ちょっとおしゃれな名前ですね。やっぱり飛行船なんでしょうか。さて、こういうのは門外観だからよくわからねえが。声優みたいな感じです。しかも敵側の。どうしたんですか？ページの間にメモが挟んであった。招待状は配り終わった。招待状。テーブルと椅子も用意した。お茶会の準備はこれでおしまい。お茶会の下りはサブタイトルですね、サブですね。あとはお茶菓子を焼いて、お客様が集まるのを待つ。へえ、ほのぼのした内容ですね。なんだか絵本の一節みたい。オート側の話をしてるんです。どうせ何かの暗号だろうさ。問題は何を意味しているメッセージかってことだ。招待状イコール脅迫状ってことですか。チェ！え？うわー、囲まれてるじゃん。嘘、いつの間に。ずいぶんと足な気配の立ち方をするじゃないか。あの赤い勝利にでも習ったかよ。アガト先輩。ああ、どうやら普通じゃねえな。連携で一角を崩してそれぞれ残りを片付ける。できるなお任せあれ。そんじゃ行くぜ。はい。まあちょっとやるの、いやーこれは想定しなかった。しかもバックアタックじゃねえけど。いやーもうまさかの。いやーこのパターンは全然想定してませんでしたね。俺の番だな。こっから上がった編が始まるってこと、もしかして。連携でとか言ったね。いやー届いてね、届いてね。さっさと片付けるぞ。了解。ああ強いですね、強いね。いくぞ。範囲ができれば倒せそうですね、片方。荘園。あ、これいいっすね、これいいね。地獄だ。オッケー。いや強いな、強いじゃねえか。私に任せて。いや、これ倒せるかな、こいつ。いや！いったね、オッケーオッケー。じゃあ大丈夫。
ハガットの想像以上に強い。いざ！もう一発食らわせた方がいい。本気でもいいんですけどね。さっさと片付けるぞ！了解！俺の番だな。これ倒せますね。そこだ！オッケー。顔を洗って出直してきた！レベル55か。強いわけだ。ちなんだこいつら。片付けたはいいが、どうにも奇妙な手応えだぜ。何か危ない薬でもやってるんじゃないですか？洗脳のやつですかね。前に、ルアンの不良グループが薬で操られたって聞きましたけど。いや、それともまた違う手応えだ。違うんだ。まるで、石か木をぶった切っているような。すごいすごい。幻っすかね。お兄さんたち、なかなか優秀な遊撃士だね。人形かなんかやつってやつかね。てめえは執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ。道化師カンパネルラ。見くらう蛇に連なるものさ。あれかな、女子終わった後に出てきましたね。とうとう現れやがったか。てめえ、なんでこんな場所にいる？特務兵の残党と一緒に何をしようとしてやがるんだ？今回の僕の役割は、あくまで見届け役なんだ。具体的な計画のことを僕に尋ねるのは筋違いだよ。というか、僕も知らないしね。見届け役だと？まあ、お茶会に参加するなら急いだ方がいいかもしれないよ。お茶会はやっぱ多くですかね。どこで開かれるかは知らないけど、少なくともここじゃないのは確かさ。それともここで僕と一緒に夜明けのコーヒーでも飲もうか。君まだ若いみたいだけど、本当に結社の人間なの？悪いことは言わないから、そんなのやめちゃった方がいいよ。優しいお姉さんだな。でも道化師のことを笑い物にするのならともかく、心配するのはマナー違反だね。え？起きる。やばそうっすよ、ね、道化師そんな。あれだけぶちのめしてまだ動けるだと。人間じゃねえんだ、あやつって。だから君たち遊撃士ってのは甘いんだよね。やるんだったら徹底的に壊すつもりじゃないと。てめえ！ひどい。なんてことを。驚いた？なかなかよくできたびっくり箱だろ。これ見て。今宵のショーはおしまいか。それでは皆様、ごきげんよう。ふざけんなよ！逃げますか。アガット先輩、ああ。こんな死に方しなくちゃならないほど罪深くはなかっただろうにな。あれ？じゃあ人なんすかね、これ。操られてんのか、やっぱり。とりあえず、このままにはしておけねえぜ。だから元々この傭兵団の奴らが、道化師に操られてたってことか。だから感じない。お前はそのあたりで適当に時間を潰しておく。さすがに若い娘にはきついだろう。でも、あれ？歯みじんですね。おい！アガト先輩、この腕、作り物みたいなんですけど。ああ、ってことはやっぱ人形なんだ。何？血が出てないですもんね。歯車にゼンマイ。それに、結晶回路の破片。つまりこいつは、自律的に行動する動力人形。いわゆる、人形兵器ってやつやろね。おっと、ケビンですか、俺は。ここでケビンが出てくる。え？
何者だ。七王教会の巡回神父ケビン・グラハム言いますわ。アガット・クロスナーさんとアネラス・エルフィードさんやね。ケビンもこっちの。ものは相談なんやけど、お互い情報交換をせえへんか。西坊スカイ、あー、やっぱしばらくこっちが続くってことですかね、これ。いや、面白いっすね。ってことは、お茶会はこっちで行われる？ドゥリャー！あー、しかもこれヨシアとかも出てくるってことか。カツはいっか、そう。キール、お次だ！任せろ、兄貴！ジョデット！オッケー！ヨシュア！来た、ヨシュア。いいっすね、全体攻撃のやつ。あれ？やっぱり人形だから爆発したって感じですか。相変わらず見事な手並みじゃないか。あなたたちこそなかなか見事な連携だった。おかげで一気に蹴りがついたよ。あ、しかも人形だっても知ってそうですね、この壊し方。ふん、おだてても何も出ないからね。これで10体目だよ、うん、あとどれだけ狩ればいいのさ。そうだな、そろそろ狩り尽くしたと思う。王国軍も動くだろうし、この辺りが引き際だろう。そっか。しかし結社っていうのは何を考えているのかわからねえな。どうしてあの黒坊主どもの人形なんざ徘徊させてるんだよ。そう、まさにそれだぜ。本物の特務兵の残党たちは一体どこに行っちまったんだ。そうだね、本物どこ行ったんでしょう。多分あのメモにあったお茶会の可能性が高い。やっぱお茶会か。人形兵器は、うん、そこから軍の目をそらすために使われたんだろう。なるほどな。どこで何をするかは知らんが、どうにもきな臭い雰囲気だぜ。まあ俺たちが手を貸す義理なんじゃないんだが、そのお茶会ってのは放っておいてもいいのかよ。今頃遊撃士たちがあの廃校を捜索しているはずだ。このまま軍とギルドに任せよう。そうそう、メモと設計図を残しただけでも十分だってば。こうしてギルドに代わって人形退治だってしてるんだし、あとはあの能天気女たちに任せとけばいいんじゃないの。なんだよ今さら昔の仲間が心配なの。いや、もう僕には関係ない人たちさ。お茶会が始まれば軍の警戒もそちらに向かう。その機を逃さずに動こう。さて、忙しくなりそうだぜ。止まった。これでエステルの方に戻る感じか。翌朝エステルたちはエルベリキューにいるシード中佐に脅迫状に関する調査報告書を届けた。ああ、ショートカットっすね。いや、今回シナリオメインになってますね、かなり。ほとんどシナリオっすね。遊んでるね、遊んでるな、あの二人。鬼ごっこっすかね。なるほど。これは充実した報告書だな。本当に助かった。よくここまで調べてくれたね。犯人を特定できなかったのは正直心残りなんだけど。調査報告としては十分すぎるさ。この段階で脅迫犯が見つかるとはこちらも考えていなかったからね。どちらかというと今後の警備の参考にするために必要だったんだ。そう言ってくれると助かります。それで王国軍の方ではあれから進展はあったのかしら。まあ昨日のうちに警備体制の第一段階を完了したくらいかな。以後条約調印式が終わるまでこのエルベリキューが警備本部となる。それで兵士さんたちが結構詰めているんだ。そういえば収容道にも魔獣がほとんどいなかったわね。
今朝大規模な掃討作戦が実施されたばかりだからね。条約調印式までの間定期的に行おうと思っている。普段からそうしてくれるとギルドとしても助かるんですがそれを言われると耳が痛いな。そうだ、昨日言っていた女の子のご両親についてだが、各地の関所に通達は出したが未だ情報は入っていなくて。そっか、気長に待つしかないのかな。こちらも情報が入り次第ギルドに知らせることにしよう。とりあえず脅迫状の調査はここまでやってくれれば十分だ。後でギルドに報酬を振り込ませてもらうよ。うん、よろしく。でもこれから先はどうするの？私たちもこのままオートで警戒に当たった方がいいのかな。もしオートに残るのであれば協力してもらえると助かるな。ただ君たちが忙しいのは我々も理解しているつもりだ。無理を言うつもりはないよ。レンの件もあるし、エルナーさんに相談してみる？ええ、そうしてみましょう。失礼します。なんだ、どうした？問題ない、彼らは協力者だ。はあ、それでは。先ほどレイストン要塞から動力通信で連絡がありました。どうやらモース地方に情報部の残党が現れたようです。え、なんですって？うん、詳しく話してくれ。それが最初に発見したのはギルドの遊撃士だったらしく、正確な現地の状況は未だつかめていないようですね。とりあえず司令部からは全王国軍部隊に第二種警戒態勢に入るようにとの指示がありました。そうか、わかった。やっぱりそっちに入っちゃうのか。どうやらお互いに忙しくなるかもしれないな。そうね。エステル、急いでギルドに戻るわよ。うん、シード中佐、警備のお仕事頑張ってね。そちらも頑張ってくれ。どこで開かれるかわかんないですけど、エルベリッキューで開かれる可能性があると。潜伏していた情報部の残党がこの時期に姿を現した。問題はこの事件が調印式と関係しているのかどうかだが、いずれにしてももう少し考える材料が欲しいところだな。ということはギルドに戻るって流れか。あ、エステル。ここはショートカットないでしょ。お姉ちゃん、シェラさん、どうもお疲れ様でした。ずいぶん早くお話が終わったみたいね。だから言ったでしょ、調査の報告書を渡すだけだって。素直にギルドで待っててくれればいいのに。まあ、ひどいわ。レイはエステルと一緒にいたいだけなのに。ほら、ティータも何とか言ってあげなさいな。私お姉ちゃんたちと一緒にいたいのは確かだけど、お仕事だし、あんまりわがままは言えないかな。だったら、エステルのことは、レンが取っちゃうことにするわ。ティータは仲間外れなんだから。レンちゃんひどいよ。ほらほら、喧嘩しないの。ティータはお姉さんなんだから、少しは多めに見てあげないと。でも、いつの間にかお互い呼び捨てになってるし、お姉ちゃん。いらない子。私、いらない子なの？もう、そんなことあるわけないじゃないの。ほれほれ、どうだ。そんな顔してると、抱きしめちゃうわよ。あ、もう、お姉ちゃんたら。ティータずるいわ。エステルってば、本当にモテモテね。それはそうと、急いでギルドに戻らないと。うん、そうだったわね。何かあったんですか？ええ、
どうやらボース地方で特務兵の残党が現れたみたい。あ、本当ですか？うん。詳しいことはまだわからないんだけど、とりあえずギルドなら情報が入っていると思うし、うん、それじゃあ確かに急いで戻らないとダメだよね。すぐにレンにわからない話をする。ごめんごめん。とりあえず用事があるからギルドに戻らなくちゃいけないの。あら、そうなの？残念ね。こんなにたくさんの兵士さんがいたらかくれんぼも楽しいと思うのに。隠れていいのはこの辺りの森全部っていうのはどうかしら。すごくダイナミックだね。それはさすがに勘弁してほしいかな。絶対見つかんねえよそれ。それじゃあ早速オートに戻ることにしましょう。オッケー、じゃあちょっとに戻ったタイミングで終わろっか。結構かかってるんだよ。3時間過ぎてる。時間も遅いんで、あと残りはもう明日にやる感じにしよっかな。で、できればちょっとあれですか、TP も貯めたいけど、みんな3人しかいないんで、いいか、とりあえずは。あれ？おっと、こう。どういうことだ、これは！この最高位の多い継承権を持つ、デュナン・フォン・アウスレーゼを、バカにしておるのか！お前、お呼びじゃないんですけど。滅相もありません。実は今朝、エルベ州誘導で魔獣の掃討作戦がありまして、うん、ですから護衛の数はこれだけでも十分かと存じます。そういう意味ではない。私ほどの重要人物に対して護衛が3人のみとは無礼千般。せめて10名は用意するのだ。わがままじゃねえか。しかし、あまり無理を申されては。せっかく陛下のお許しが出たのです。それだけでも行こうと思いませんと。黙れフィリップ。そもそも処分そのものが不当極まりなかったのだ。処分ならば親衛隊の全大使をもって出迎えるのが筋であろう。親衛隊全員とはさすがにいかないんだけど、よかったら私たちが一緒についてってあげようか。こうしたそなたたちは、おお、皆さん。まったくもう、公爵さんも相変わらずね。あんまりわがまま言って、みんなを困らせたらダメじゃない。気安く公爵さんなどと呼ぶでない。公爵さん。どうしてそなたらがこんな場所にいるのだ。すでに民間人の立ち入りは禁止されたのではないのか。ここの警備責任者さんに届け物があって来ただけよ。で、公職さんたちはこれから散歩にでも行くの？散歩。聞いて驚くでないぞ。私を縛り付けた不当な戒めがついに解かれることとなったのだ。不当な戒めが解けた？ひょっとして謹慎処分が解かれたのかしら？はい。今朝方陛下からの連絡がございました。離宮を辞し、グランセル城に戻ってくるようにとのお言葉です。戻ったところで何の役にも立たないですけど。あらら、ずいぶんあっさりしてるわね。へえ、でもまあよかったじゃないの。もう二度と利用されないように自分をしっかり持たなくちゃね。なる？やっぱり生活態度を見直した方がいいんじゃない？公爵さんってだらけ切った生活してそうだし。運動なんかおすすめするわよ。あれ、私変なこと言った？いえ、エステル様のおっしゃる通りかと思います。おっしゃる通り。そもそも閣下が自分をしっかりお持ちでいれば、リシャール大佐に利用されることなどなかったはず。このフィリップ、今一度そのことを進言させていただきたく。説教はたくさんだ。もうよい。このような場所に一秒たりとも長居できるものか。とっとと王都に向かうぞ。おう。あれ、付き合わなくてもいい
の？いらぬ！行くぞ！あなたも！いらぬ。エステル様、毎度ながら本当にありがとうございます。なんとお礼を言っていいか。いいってば。でもフィリップさんもたまにはちゃんと叱らなくちゃ。叱ってくれる人がいないからああなっちゃったんじゃないの？え？根は悪人じゃないと思うし、その気になれば立ち直れるわよ。要はきっかけじゃないかしら。エステル様、その言葉、このフィリップ、胸に染み入りましたぞ。フィリップ、何をしているのだ。グズグズしていると置いていってしまうぞ。絶対無理だと思いますけど。はっ、はい、ただいま。いや、フィリップちゃんと叱ってあげなさい。それでは皆様、私にはこれで。やっぱり一緒の方が良かったと思うんだけどな。エステルってば、さすが先生の血を引いてるだけはあるわね。え？やっぱりお姉ちゃんはすごいな。初めて会った時からそんな気はしたんだけど、エステルって限りなくお人よしさんなのね。お人よしってなんで？わからないならそのままでいいわ。とにかく、オートに戻りましょう。お人よしがわからない。まあ、シラさんだったら完全放置です。むしろ鞭で叩きますから。3人しかいないのに、トッツー行きましょう。どこですか。あれ、マジフはいないっすね。あれ、なんでこんないねえんだ。いや、このケースは初めてっすね。なんかあるんですかね。全くいないっすね。びっくりするわけにないんですけど。あれか、公爵たちがいたから、退治してくれてたのか、兵士たち。まあ、ついたからいいやと。まあ、3人でやるのもめんどくさいっすもんね。どうしよっかな。ちょっと、理由言っちゃいますか。次の目的はわからないんで。次回のパーカーズのタイトルはつけづらいんですよ。ただいま！おう、戻ってきたか。皆さん、お帰りなさい。ご苦労様でした。報告書は渡せたようですね。うん、そっちは問題なく。つい先ほど、王国軍から報酬の振り込みがありました。取り急ぎ、それをお渡ししておきましょう。これで依頼達成ね。いやー、まだ上がんねえんだ。さすがシード中佐。仕事が早いわね。それよりも、ボス地方に特務兵どもが現れたって聞いたんだけど。やはり、離宮の方にも連絡が行ったみたいですね。ちょうど、その話をしていたところなんです。発見したのはギルドの人間らしいわね。ええ。アガットさんたちです。アガットたちが？ラベンヌ廃校の内部で、アジトを発見したそうです。あいにく、すでに引き払った後だったみたいですが。ラベンヌ廃校の内部、空賊たちと戦った場所か。なるほど、盲点だったわね。引き払ったということは、すでに別の地方に行ったの？それが、ボース地方の各地で、特務兵の姿が目撃されたらしく、現在、国境師団が総力を挙げて、調査をしているみたいですね。そうなんだ。
私たちもボス地方に助っ人に行った方がいいのかな。いえ、現地の状況が分かるまで迂闊に動かない方がいいでしょう。それにどうやら結社も動いているようです。何ですって？アガットさんたちが廃校のアジトで遭遇したそうです。同騎士カンパネルラ、執行者の一人みたいですね。うん、また新顔ね。さらにアジトで奇妙なものが発見されたそうです。まずはオルグイユという動力駆動の乗り物の設計図、そしてお茶会という不調で語られた謎の計画メモです。オルグイユ、お茶会わけがわからないわね。動力駆動の乗り物って何なのかな。お茶会というのもなんだか気になりますね。あれ、ペンがいなくなったぞ。さすがに落ち着いていられないわね。まあ焦るなって、現地で軍とギルドが頑張ってるみたいだからな。じきに状況もわかるだろうさ。ええ、気は流行るでしょうが、オートに留まっていてください。今のところは各自自由になさって結構ですよ。うん、そう言われても。あれ、そういえばオリビエはどうしたの？オリビエはいないです。それが帝国大使館から先ほど連絡がありまして、野暮用ができたとおっしゃってお出かけになりました。オリビエ離脱か。すぐにギルドにお戻りになるそうです。いや、来るかな。どうしたのかしら。あれ、レンはどうしたの？え？あ、あれれ、さっきまではちゃんといたんだけど。隠れんぼしてる。もしかして話が退屈だったから遊びに行っちゃったのか？うん、可能性は高そうね。もうしょうがないわね。でも、もしオートを離れるとしたら、レンのことも何とかしないと。私、ちょっとあの子を探してくるわ。あ、私もレンちゃんが行きそうなところ、わかるかもしれないし。そっか、助かるわ。エルナンさん、そういうことなんだけど。ええ、お願いします。私の方は、各地の支部と残党の行方について、情報交換をしていましょう。わあ、さて、いやー、再編成あんのか。なるほどね。ちょっと待ってね。ジアムは連れて行きたいっすね。いやー、まあ、このメンツで行くかな、とりあえず。全然クローゼを使う機会がね、できないですけど。さてと、あの子の行き先なんだけど、ピーター、心当たりある？昨日は東外交をいろいろと回ったから、そのうちのどれかかも。いろいろと回ったって？ね、まずは百貨店でお買い物をしてね、それから歴史資料館に行って、最後に時計台の近くにあるアイスクリーム屋さんに行ったの。なるほど、いろいろね。ディータも結構ノリノリだったんじゃない？まずはそのあたりを探した方が良さそうだな。ええ、行ってみましょう。ちょっと行く前に、このタイミングで本がもらえる可能性があるので、まあ一応ちょっと行ってきましょう。多分もらえたらこの辺だと思うんですね。これだ、来た、これだ、僕。うん。これで、ギルドの、掲示板見て終わろっか。次回は、レーンを探すところからですね。はい。仕事があったら仕事からですね。
だるー。いや、鹿水路だ。このメンツでやるってことか。レベルも下、上げるってことっすよ、問題は。次回にしましょう。いや、面白かったですね。いや、面白い。知らねえよ、面白いっすね、この辺は。いや、お茶会もかなり気になりますし。まあ、レンの件もかなり気になります、ね。うん。じゃあ、次回にしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。YouTube チャンネル登録、高評価、拡散などをお願いします。また Twitch フォローもお願いします。